はい、皆さんおはようございます。もうすっかり季節もなんか寒くなりまして、この前まで半袖 T シャツで暑いと思ってたのが、なんか急に差し冷え込んで、びっくりしておりますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。賢者テラでございます。皆さん声、私ちょっと ガラガラとしているんですけれども、まあ、そこはなんとか耐えて聞いていただければと思います。まあ、季節の変わり目ということで非常に風邪をひきやすくなっておりまして、喉がちょっとやられましてね。これまだすごくマシな方なんです。もう一週間半ぐらい前になってね、ステラでございますみたいなね、ライブ後、もうものすごい必死に喋った後にもう声が出なくなって、で、その後しばらくはですね、子供たちに喋りかけるのでも、あるいくとか、エルちゃうとか、なんかお化けじゃないかって、幽霊がね、喋りかけてんじゃないかって、もう思いっきり、なんかドン引きされるっていうかね、なんか怖がられるかけてるというのかな。なんかそんな声だったんですけどね。まあでもだいぶ戻りまして、おかげさまで。で、戻りかけた頃に、ライブが3つあるっていうね。昨日帰ってきたんですけども、名古屋でちいさんとやりまして、で、その次の日に東京でソロ、で、その次の日に新潟っていうね、この荒行をやりまして、その時にも声が本調子じゃないっていうね。でもやっぱりこう、ね、目の前に山があったら登るっていう登山家精神っていうかね、もうそれはもうやる気ないです。喉飴でも何でも飲んでね。で、こう、戻ってきた次第なんですけども。で、治りかけちゃなんか全力で喋り、治りかけてきちゃ全力で喋りってやってますので、まあちょっとしょうがない世界があるんですね。まあ本当に多少お聞き苦しい点は、ご了承いただきたいなと思います。はい。もうね、すごいですね。11月、5日ですか？今日は。もう、今年もあと残すところ、ってとこですよね。みんな早い早いって言っておりますけども。私もその口でしてね。本が出ることは、前回お伝えしたのかなと思うんですけども。そのね、原稿の仕上げる期日というのがちょうど11月末なんですね。月末が、ちょうど締め切りというかね、それまでに原稿を上げてくれということなんですけども。10月の初めにこの依頼を受けまして、ちょうどだから2ヶ月執筆期間が、まあ、あるというようなことなんですね。ブログをね、もうそのまま貼り付けるとかね、そのまま内容を持ってくると楽だと思われるかもしれませんけど、そうもいかないんですよね。ブログに書く文章と、で、実際、本とかになる文章って全然違うんですよね。やっぱり読んでもらわないといけないので、ブログなんていうのは、何行も何行もこう改行なしで続けないっていうことを僕心がけたり時々してるんですよ。ぶつ切りぶつ切りで改行しないっていうね、スタイルを私は、結構取ってたりするんで、だからそれを本でね、そのまま載せてしまいますと、不具合があるっていうか、だからといって単に、ぶちぶち改行をやめてですね、長い文章に、じゃあ、そのまますればいいだけなのかと、ブログ文章ね。でも、それしたらまた違和感の残るようになるんで、もう完全書き下ろしっていう感じですね。もう全部オリジナルの文章、本はね、もうブログの何かを引っ張ってきて、ちょっと変えるなんてことは、まあ、ないということなんでね。だから、ブログの愛読者の方にも楽しんでいただけると思います。なんだこれ、本買ったけど、なんかブログと本変わりないじゃんっていうね、のがあるじゃないですか、時々。その、ブログから本になるようなのでね。僕はそんなのはないです。本当に完全オリジナル書き下ろしで、ちょっとは目新しい内容、ブログに書いてない内容も、まあ、入れようかな。まあ入れてるんですけどね、実際。で、やっております。ちょうどね、2ヶ月の期間、執筆期間の、もう1ヶ月が過ぎたわけなんですよ。11月過ぎましてね。半分以上過ぎたとこなんですね。でも半分いってないんです、量的には。どうしようかな、これ。3分の1強っていうかね、もうちょっとで、半分に届くんだけど、もうちょっとかなっていうぐらいなことで。ペース上げていかないとなってね、ちょっと思っているところでございます。まあ、起こることが起こり、そして、もう私はそれをなぞっていくだけというね、腹をくくって何が起こるかを、まあ、見ていくというような部分
なんでございますよね。はい。いうことでございまして、今日も一日、よろしくお願いいたします。相変わらずですね、何を喋るかはもう全く考えておりませんで、まあ昨日までライブだったんでね、で、こう飛行機で帰ってまいりまして、まあ疲れて、もうブログ更新投げでね、もう疲れまして、もうその他にね、もう何も考えることができないっていう部分でね、まあいつも考えてないんですけれどもね、はい、今日も、まあ約2時間、ぐらいね、お付き合いをいただければということを思います。まあ、自分のブログもそうですし、他人の、まあ、ものもね、ちょこちょこ暇な時にこう読ませてもらってるんですね。まあ、もう読まなくてもいいようなもんなんですけども、やっぱこうネタ仕入れにちょうどいいんですね、人のブログ読むっていうのはね。それは別に高名なね、有名なブログだけじゃなくて、本当に皆さん、普通にスピリチュアル実践者がこうやっておられるようなレベルの、やつでも私時々見に行くんですよ。面白そうだなと思ったものはね。普通の、まあ、無名のというのかな。まあまあ一般の方がやっておられるスピリチュアルなところやつもちょっと参考まで見たりするんですけどもね。まあつくづく思いますのが、もう理屈っぽいのいいよなっていうやつなんですよ。誤解を生じちゃいけないんですけども、もちろん理屈ってある意味素敵なんですよ。すべてはバランスなんで、だからそういう理論理屈というのかな。こうだからああで、ああだからこうっていうね。しかもそれを突き詰めていったような話っていうのは、大事だと思うんです、もちろん。いらないってことではない。ただね、やっぱりその度が強いというのかな。やっぱメガネでもね、やっぱ自分に合ったメガネというのかな。視力検査をして、やっぱあなたの視力はこれぐらいですということが分かったときに、その目の悪さに合わせて、そのぴったり、例えば 1.0 とかね、1.5 とか見えるメガネを作るじゃないですか。その合わせてね、ちょうどいいようにというか。だから、やっぱりこう、そのちょうどいいっていう塩梅があるんですよね。もちろん、受け取り手が、もう個性を持ったね、もう千差万別な、一人一人がユニークな存在ですから、絶対に万民共通にこれなんていうスピリチュアルっていうのかな。そんなものはもう、生み出されようがないんですね。だから、世のすべてのスピリチュアルは、ある人、タイプの人には受け入れられるけども、あるタイプの人にはそうではないっていう風に学って、で、バランスが取れるんですよ。いろんな部活動にまんべんなく人が入るみたいな感じでね。だから、どんなにメジャーなになるものが出てきたとしても、それは全員の心を捉えるっていうことは不可能なんです。理屈的には、反比例のグラフと一緒で、ゼロに限りなく近づくんだけれども、ゼロには交わらないと全近線となりますね。あんな感じなんですよ。どんなにメジャーになっても、どんなに有名になっても、全員の心を捉えることは、絶対に不可能ですね。逆に、どんなに変わったこれ理屈でもね、どんなに人が寄らなさそうでも、世界中に何人かは、反応者が絶対にいる。絶対に誰も振り向かない、誰も見向きもしないなんてものはないんですね。逆に言うとね。それは安心材料になるのかならないのかね。まあ、そんなところで、ございますよね。で、そう考えたときに、私もね、結構文章を読んでいただけると分かると思うんですけど、理屈多いんですよ。やっぱりね。どうしても性格なのかね。理屈っぽいのでございますよ。やっぱりこう。そんな感じ受けません？皆さん読んでて。まあ自分で自覚的にまあそう思うのですけれどもね。まあでもね、できるだけ、まあ理屈っぽいとはいえ、分かりやすくは書いているつもりというかね。お、ぺっちゃん。どうしたの？これ、これ、これ、目、くる。ほら、ほら、ほら、映ってるよ。はい、よいしょ。ひひひ。あ、見える？あら。これ、これ、これ、これ。ぺちゃん、これ、これ。これ、これ見て、これ見て。よいしょー。はい、ニコ。ニコー。なんか、苦笑してるような。はい、はい、ありがとう。エルちゃんもう幼稚園なんで、今、ちょっと緊急出演してもらいましたけども、まあ、行ってらっしゃいっていう感じでね。
この放送8時からなんでね、普通にお勤め今日される方は、まあ、もう行ってらっしゃいっていうことだと思いますけど、また録画でお会いできたらと思いますね。はい、いうことであります。もうこれだけでスピリチュアルテレビもう皆さん癒されて終わってもいいのかなぐらいに思うんですけど、はい。すみません、話をものすごく元に戻しますと、やっぱりこう、どっちかっていうとね、スピリチュアルっていうのは、感じるっていうか、体験というかね、そういう部分に、やっぱり比重っていうのはあるべきなのかなっていうかね、そういうそもそもものなのかな。言葉にするっていうのは、まあ、苦肉の策っていうかね、まあ、伝達する、コミュニケーションするっていう上で仕方がなく言葉にしたり、本にしたり、こう、講演で喋ったりするようなことであってね。その究極は、やっぱりその人自身が、やっぱ気づいたり感じたりする、その言葉に、しにくい世界っていうのかな。それがやっぱりこう、一番のものだと思うんですよ。だから、もちろん伝える以上はやっぱり言葉で伝えるしかないんだし、それはもう、できるだけ、全力を尽くして言葉にするんですけれども、最終的にはもうその、信頼というのかな。言葉にあまりこう気にするとか、ちゃんと伝わってるかどうかってことを過度にね、気にして言葉がやたら多くなるよりも、やっぱりこうシンプルにそこは、そしてまた、そこは読者様っていうかね、皆様発信を受け取る側の、皆さんの、信じてというのかな。全幅の信頼を置いて、語っていかないといけないのかなと。これでわかるかな？こんなに伝わるかな？こうやって誤解されるんじゃないかな？なんていうね。そういう、不信頼感っていうのかな？ある意味ね。心配っていうとなんか善意というかね、その人のために聞こえるけども、でも裏返してみたら不信である場合があるんですよ、それは。この人、皆さんこんなこと言ったら誤解しないかな？なんていうのはね。そこはもう、ある程度恐れないでというのかな。発信しているっていうね、世界が私にもありますよ。一つね、こういうエピソードがあるんです。これ実話ですけども、私がね、クリスチャンっていうか、まあ、キリスト教をやっている時代が、かつてあったんですけれどもね、その時に、ある日の、まあ、出来事というかね、体験というかですね。やっぱりその地区というか、まあ、私だから関西に住んでいるんですけどもね、キリスト教における関西の重鎮というかね、教会の結構上に立つようなというかね、個々の教会を束ねたりっていうかね、まあ、そのちょっとこう、立場の、高い人というのかな。まあ、カトリック教会とかで言うとね、まあ、教区長さんみたいなもんですよね。個々の神父さんがいながら、その地域の神父さんの上に立つ、まあ、教区長っていうのかな。そういう立場みたいな人がいるんですよね。そういう人が、ある日のことですけども、視察に来ることになったんです。我が教会に。小さい小さい我が教会にね。ちょっとこう、まあ、回っておられるみたいで、いろいろね。視察しているというか、そういう偉い人、名前がよくね、キリスト教会内では結構知られているというか、誰もが知っているみたいなね、その人がまあ来ることになりまして、てんやわんやしたんですよ。どうやっておもね、おもてなししようか、失礼があってはいけないって言ってね、やっぱりその牧師さんをはじめ、もう皆さんがもう頭をこう痛めてというかな、本当に心砕いて、もう全力でもてなそうとね、計画するわけですよね。もう小さい教会ですからね。そんなところにこう、まあ、わざわざ、ものすごい有名なね、キリスト教会の内部では有名なその方がお越し、ね、わざわざご足労くださるってことで、さあ、上下への大騒ぎなかわけですよ。なんか想像つきますでしょ？ なんか自分のうちに、例えばね、鶴瓶、家族に乾杯の鶴瓶が来るみたいなね、感じですよね。さあ、片付けないとみたいな。我が家がテレビに映っちゃうみたいなね。まあ、そういうなんかこう、ノリがあるわけですよね。まあ、もちろん、その主眼っていうかメインにはね、その教区長さん、そのね、お偉いさんをお迎えしようっていうね、温かくお迎えしようっていうのはメインにあるんですけどね。でも私たち人間弱いですから、なんか、ともすれば、失礼のないように、どうやったらうまくその場を乗り切れるかみたいなね。要するに方法論というかね、
繕い、取り繕いというか、そのうまくやるってことばかりが、やっぱ皆さんの頭の中にこう、なんか支配的になっちゃって、なんかもてなしのなんか温かい心というよりは、粗相のないように、失敗のないようにってことで、なんかもうみんなもうピリピリしだすんですね、その準備っていうか。うん、ああでもない、こうでもない、これが口に合うだろうか、ね、こういうスケジュールにしたらきついだろうかとかね、もういろいろですよね。で、こういうふうにね、無意味に全部説明してもらっても、そんなご興味もね、持たれてないかもしれないし、退屈されるかもなとかね、もういろんな可能性が思い浮かぶんでね。もう大変なわけですよ。で、その大変とは言ってもね、この二元性質の世界にいると、時間というのは無常にも過ぎていくんですよね。その当日というのは、どんなに悩んでも、もっと後にをしてくれと思ってもやってくるわけでして。で、とうとう、教区長さんがやってこられる日が来ました。来まして。で、まあ、礼拝見てもらってね。で、こう、一通り教会の内部もご案内してですね。で、まあ、こう、まあしゃ、うん、ちょっとこう、歓談の時間があってね、お食事っていうことになったわけですよね。まあ、腕によりをかけましてね、教会のご婦人方がこう、まあ、作ります。作りまして、で、こう、だらーっとこう、まあ、並べましてね。で、まあ、キリスト教会では、食事の前にお祈りってやるんですよ。皆さんはですね、普通に日本人はやっぱりこう、別に無宗教ですのでね、無宗教というか、まあ、ね、葬式ぐらいにしか役に立たない宗教なんでね、もういただきますですよね。もう普通に、誰でも。でもやっぱりこう、キリスト教会では、神に祈るわけです。食前の祈り、よく洋画とか見てるとありますでしょ？天にまします、我らの神よ、皆をあがめさせたまえ、みたいなね。で、御国を来た様、本日も肉の糧をね、ありがとうございます、みたいなね。感謝して、父と子と聖霊の皆によって、お祈り申し上げます。アーメン、みたいなことを、食前にやるわけですよ。で、その時に、実はですね、うちの教会では、まあ、やっぱりこう、教会側でね、その食前の祈りを誰にするかっていうのを決めてたわけなんですよ。ものすごく言葉のうまい、まあ、やっぱりこう、ね、そういう教育係っていうのかな、教会の中でも本当に新人を育てたり、新しく来た人にね、うまくキリスト教の教義を伝えたりっていう、そういう役割の人を、お祈りの代表者にしてたんですよ。粗相のないようにね。で、牧師さんがね、いざ、その食前の、じゃあ誰々くんよろしくって言う前に、教区長さんがね、なんかピンときたのか、何か虫が知らせたのがね、人当てたんですよ。ちょっとそこの君、みたいな。じゃあ食前のお祈りを君にお願いしよう、みたいな感じでね。ある人を指したんですよ。そしたらみんな真っ青になりました。なんでかっていうと、その人は全くの口下手で、で、時々空気を乱すようなトンチンカンなことをね、言うタイプの人だったんですよ。場の雰囲気を壊すっていうかね、そうに悪気ないんですけど、ちょっと言うことややることがずれてるっていうかね、世間ずれしているっていうかね、天然ボケというのかな。ちょっと変わった人だったんですよ。ものすごくいい人ですよ、人は。ただちょっと、場にそぐわない、ことを言う人。で、ええー、みたいな、それ当てちゃうみたいなね、ことで、こう、焦るわけです。一度青ざめる、教区長さん以外ね、何も知らないですから、その教区長さんはね。何気なく当てたんですけどね。さあ、そういう修羅場というかね、えらい場になったわけですよ。これどうすかねみたいな、どんな展開になるやら。ガチンコっていう、昔番組がありましたよね。TOKIO か何かがやってたね。で、なんか、もう亡くなられて孤児になってしまった、佐野実、ラーメンの鬼とかね。あと、竹原慎二ですかね。ボクシングのボコボコにしちゃるってね。ああいう人たちが、出てた、すごく、問題番組というかね。えげつないことやるんですよ。その指導者っていうかね。上の立場の人間がね。もうスパルタ教育っていうかね。そして、なんかえらい修羅場になるっていうかね、一体どうなってしまうのかみたいなね、この後驚きの展開にとかね、あるじゃないですか、センセーショナルなナレーションっていうのかな。あんな感じになったわけですよ。さあ、この人にお祈りが当たって一体どうなってしまうのかみたいなね、ことになったわけですよ。
もう本当にみんな切腹の心境っていうかね、もうどうにでもなれっていうか、もう神よ、おう神よみたいなね。神を救いたまえみたいな状況になった。で、みんな神妙に、そのね、当てられたある人物のお祈りを耳をそばだてるしかなかったっけ。何言うだろう。頼むから変なこと言わないでくれ。さあ、今からその内容を、再現したいと思いますね。天の神様、とりあえず当てられてしまいましたので、お祈り申し上げます。私がここでぐちゃぐちゃと、いろいろなことを申しましても、どうせ皆さんは聞いてないでしょうし、そしてね、せっかく、腕によりをかけて作ってくださったこの美味しい料理も、私のね、しょうもないお祈りで冷めては申し訳ないので、もうこれにて、もうすぐに、食べさせていただきます。アメンみたいなことをね、こう、パーってこう、言ったわけですよね。どうです、このお祈り。そういうね、お偉いさんが来て、厳粛な場でね、するお祈りとしては、いささかちょっとこう、素直すぎるというのかな。いささか型破りすぎるというのかね。そんな感じしません？ ね、ちょっとね、今のどうですかね。あ、はい、アルピクン。アルピクンや。はい、ついてるこれ。あ、くっついてんのか。アルピクン。アルピコン、ねちゃちゃちゃ。アルピコン。ねちゃ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 。今日はご機嫌ですかな。あ、今寝てたのかい。あら、今寝てたのか。ということでございましょう。はい、じゃあ、はい、オッケーオッケー。ありがとうさんす。これで、春彦の登場が、相なりましたので、これで、今日はもう、エルちゃんも春彦も見た、満足って言って番組を切らないでくださいね。チャンネルはそのままで。もういいやとか言わないでくださいよ。一応メインはこの私でございますからね。お二人ではないですからね。ははは。ということでね、すいません。中断いたしますけどもね。続きいきますね。さっきの祈りを思い出してください。結局、お祈りの趣旨は、ぐちゃぐちゃ言っても、料理みんなすぐ、もうね、お腹空いて食べたいだろうし、私が何か言ってるよりも、もう早く食べた方がいいから、もうね、スープもね、おつゆも冷めちゃいますので、まあ、この辺にて、もう終わります、みたいなね。突っ込みの。ね、まあ、そんなお祈りだったわけですよ。でもね、これ誰一人として、あちゃーやったな、とかね。後でその人をバカにしたりね、何やあの祈りあんたとかね、誰も後で言う人はいなかったんですって。だからみんなね、なんかその祈りになんか胸打たれたっていうかね、その教区長さんも、なんだ君は失礼な、なんだこれ、それはクリスチャンなのか、みたいなね、それがそんなんだから、新規のね、信者が獲得できないのかね、か固いこと言うかというと、いやー、本当にその通りだねっていうかね、本当にアーメンだねっていうかね、アーメンっていうのもち、その通りって意味なんですね。よくキリスト教でアーメンっていうのは、しかるべくその通りです。間違い、その通り間違いありませんっていう同意のね、意味なんです。そのヘブライ語というかね、向こうの言葉で、そういうことなんですけどもね。はい。だから、結局、やっぱ何が心打つんですかね。美し麗句。本当に綺麗な言葉。なんかもう小説家が書くような、なんか本当にこう、弁舌家っていうかね、弁論家がね、言うような、本当に見事な、文章？言葉？私どっちかっていうと、その嫌いがあるんです。ちょっとね、技巧に走っているってなんだろうね。結果的にやっぱ私自身が物書き志望でしたからね。文章的に何かちょっとそういう感じになってるかもしれませんけども、やっぱりこう、素直な気持ちというのかな。飾らない気持ち。もちろんね、失礼があっちゃいけないっていう部分で、多少ね、言い方を気をつけなきゃいけない部分はあるにしても、それは最低限にしておいて、あとはもう狙いを持ったり、下心を持ったりね、下手に何か飾ったりせずに、本当に、シンプルっていうかね、もう大事なのはもうシンプルさであり、気持ちであるっていう部分かな。やっぱその体験を通して、やっぱそれが一つの私の原点になっている。じゃあなんであんたの文章そんな長いのっていうかね、ブログに書いてある文章ね。そう言われたら私もうどうしようもない。だって僕じゃないもん。
ベートーベンの楽曲じゃないですけどもね、僕じゃない、僕じゃない。だって全部ね、上から来るもののはね、あれを正直に私は腹話術の人形よろしく、ペラ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 と言ってるだけであって、だから私自身の自我というか、寺個人の思いであったり、何か考えで言ってること、一切ないですからね。今この瞬間だってそうですよ。これ全部なんかあっちから来てますっていうかね。全部自分をソースにしてないんですよね。ただ私の語彙、持ってる語彙、勉強してきたその言い回しとか、言い方とかね、体験から獲得した語彙は、それは使ってますよ、この、出力上ね、システムとして。でもその言わせてるものはまた別なので、はい。うん。だから、なんで長いのって言われても困っちゃうんですよね。私としてはシンプルに行きたい。ね、今日はもうすごい短いブログにしたいって思うことあるんですよ。でも結局、それはコントロールの範囲外なんで、書いてしまうと、あら、今日も長くなっちゃったわ、みたいなね、ことになるわけで、意図的に長くしようとしてるわけでもなく、ね。そう。もう全部本当にこう、流れにお任せっていうね、部分でそうなっているんで、それはご了承いただきたいですよね。まあでも、とにかく、それは、私が個人でどうしようもない部分はあるにしましても、やっぱりこう気持ち、で何が伝えたいのか、その何っていう言葉で言えちゃう内容よりも、この感覚ですよね。この感覚分かってみたいな、この感じ分かってみたいなね。で何かね、夜のどこかのね、バーみたいな感じですよ。わかるわ、わかるわ、そのままの気持ちみたいなね。そういう感じ。それをやりたいわけですよね。お互いの情的交流というのかな。何かその理屈とか心理とかバッて伝えて、ね、ほうほうっていうよりもね、本当にやっぱり気持ちを伝える場でありたいわけですよね。どうしてもやっぱ悟り系スピリチュアルっていうと、やっぱ理屈とかね、整合性とかね、やっぱそういうところにどうしてもこう、行っちゃいやすいわけですよね。こう納得できるものというのかな。ほうほうという部分。腑に落ちるっていうのはどうしてもやっぱり頭の中でのね、論理的なとこっていうのがね、やっぱこう抱き合わせというか必要というかね、それのない納得なんて難しいわけですよ。やっぱ体験になっちゃうんですよね。その体験ってなかなかなので、やっぱり人はまず知識に触れてね、はあ、そういうものかって納得しようとすることがどうも先に立っちゃう部分ってあるので、だからスピリチュアルって難しいよな。だから本出すとかね、文章で何か伝えるブログで書くってね、本当に、この世ゲーム的になかなか難易度の高い話だなって、やっぱり体験より、感じよりもね、はっきり言葉で理屈で伝えてしまう部分っていうかね、もちろん受け取り手がそこから、やっぱいろいろ受け取ってくれて、やっぱ気づいてくる世界もあるんでしょうけども、やっぱり時として知的にだけ何か捉えられて、あるいはその人の好きなようにというかな、その人の今の内面状態に反映比例した何かこう捉え方っていうのかな。こちらが意図しない捉え方っていうのをしてくれる場合もあるんで、そういうことはもうコントロール不可能。こちらに悪気があってのことじゃないっていうかね。でもそれが味わいなんですよね。今朝のブログにも書きましたけども、私たちはもう誤解する生き物だっていうことをやっぱ承知しておいた方が、まあいいですよね。あらら、ちょっとチャットを全然私見ておりませんでしたので、まあまあ無難なやつが多いですね。はいはいはい。特に、質問っていう感じのはね、ないですね。教会ですよ、クリスマスの教会。私絶対行かないけどね、もう。ね、クリスマスの夜に教会でね、なんかこう、賛美歌でも歌いながらね、聖なる気分で、そんななるのかどうか別としてね。それにしたらなんて結構いいですよ。私過去何年もね、そういうのを司会してきたりしてますからね。もっと人が来ればいいなとか思いながらね。もう今は自分は行く立場にないっていうね、ものすごい変な話ですけれども、自分が行かないくせに人には勧めている、ここで。教会いいですよ、みたいなね。私も絶対行かないですけどね。何の話をしてましたっけね。そう。ね、今コメントにもちょっと今日のブログの例え分かりやすかったやつって書いてくれてましたけども、昨日新潟、一昨日新潟ライブがありましてね、
で、そのライブの後、懇親会がありまして、で、その懇親会が終わって、ホテルにこう帰るんですけどね。ホテルに帰り着いたらだいたい9時半頃だったんですよ。結構珍しいことです。これ私にしてはね。だいたい、やっぱりこう盛り上がっちゃって、帰ったらもう12時超えてるとかね、ひどい時はもう、ね、もう日付が変わってるってこともありの。やっぱ11時とか、ありのですよね。でもそれが9時半で帰れちゃったんで、ああ、なんかこれ、ああ、今日は余裕あるなと思ったら、そのホテルってね、1000円払うと有料放送っていうのがあるわけですね。映画とか、そういうのが、まあ、チョイスできて、見れるやつね。操作したら、こう、好きな映画が選べて見れるってあって、ああ、1本ぐらい見る時間あるなと思って、見たわけなんですよね。でも私悲しいかな。ほとんど映画館に映画を見に行く人間なんでね。もう見てないので少なくて、まあ、よっぽど B 級作品。劇場ではやってないけども、ビデオ化はされてるようなやつとかね。あるいは単館上映とかで近くではやってないけども、DVD 化されて、なんちゅうの？そう、配信されて、見れるようになっているものとかって、そういうのしか見るもんなくて。あ、でもね、一個だけあったと思って。これは、なんか、触手が動かなくて、見に行かなかったなっていうのがね、一個あったわけです。それが、なんちゅうの？ 47浪人っていうね、47子要はね、赤穂浪士の。それをまあ英語で言ったようなもんですけどね。そういう映画があるんです。ハリウッド映画。要するに外国映画なんだけど、日本の話っていうね。赤穂浪士の話なんです。要はね。外人が描いた。ちゃんと日本も舞台なんです。一応。日本のはずなんですけど、全然日本に見えないっていうね。セットも建物も、その風俗というか、そのね、着物とかそういういろんなね、道具とかも全部日本ではあるんですけども、これ全然日本じゃねえよっていうの雰囲気がプンプンこうしてるっていうね、映画なんですよね。もう、キアヌ・リーブスとちょっとしか外人は出ないんですよ。日本映画だからね。あと全部、日本人なんですよね。主要な役も当然。要するに、キアヌ・リーブスは、なんかこう、ちょっと変わっ、あの、ね、普通の人間じゃない設定っていうかね、鬼子って呼ばれるような、なんかこう、ちょっと特殊なね、そういう、まあ、設定で、あとはやっぱまあ、その当時に、外人なんて今、鎖国時代だから、いませんわ、当然。ホイホイとはね。ちょこっといる程度ですよね。許可されたものがね。だから、洋画でありながら、東洋人ばっかりっていうね。真田広之が出てたり、柴咲コウが出てたり、菊地凛子、浅野忠信みたいなね。まあ、ハリウッドで、日本人が出るって言ったら、大体このパターンですよね。大体もうこの人たちですよね。もうハンデを押したように、他の使えないのかよとかね。もう日本人って言ったら、こいつらしかいないのかよみたいなぐらいね。使い回されてますよね。大概にしてって思うんですよ。もう真田広之はまだいいんだけど、菊池凛子なんてもう、そんないろんなとこで使いすぎじゃないのって思うぐらいね。もうこの人の顔出てますよね。この役はもっと若いのにやらせたらいいじゃないっていうのでもうね、この人出てたりする。まあ話がずれましたけども。見たんです、そのホテルでね。ちょっと一風呂浴びてね。12時の更新まで、まあ時間ありやと思って、こうね。見てたわけですよ。そしたらまあ、確かに赤穂浪士の話ではあるんだけど、まあ、はちゃめちゃなっていうかね。もうこれ、どう見ても別物っていうかね、お話的にも。なんちゅうかな。もうなんせね、日本を描こうと頑張ってくれてるのは伝わってくるんですよ、もちろんね。侍精神っていうかね、あるいは日本のこう美というのかな。日本独特のその美的感覚っていうのかな。そういうのを表現しようとしてくれている努力は買うんですよ。でもね、やっぱりずれてるんですよ、そうは言ってもね。頑張ってるけどね、ごめんね、みたいな。やっぱ日本に住んでて、やっぱ日本のことを知っている我々が見ると、どうしてもやっぱ突っ込みたくなるところっていうのはもう多いわけですよね。それ見て私本当に思ったんです。結局人間関係っていうのはそういうもんだなと。その人はその人自身が一番よくわかってて、
他人がその私のことを見てくれたり評価してくれたりね、他人の私像ってあるわけよ。テラさんはどうだな人間だとかね、あるわけですけど、それは本当に外人が日本映画を作ろうとして頑張ったのと似てるなと。決してその本当のところをついてくれてはいないというかね。でもそれはしょうがないことであり、それを楽しみに来たっていう部分があるわけですよね。うん。だお互い様なんです。私も人から見たいように見られてるだろうし、私自身もまた他人に対してね、見たいようにしか見てないんだろうな。そしてそのお互い様の中でどう折り合いをつけて、私たちがそれでも幸せをつかんでいくか。まあ妥協点って言ったらちょっとね、なんかネガティブなっていうか、あんまりいい言葉じゃないですけども、そこを探り合いながら、やっぱりこうゲームをやっていくっていうかね。もし 100% 意思疎通なんてできてみなさいよ。なんでこんな世界面白かろうっていうかね。もうゲームが面白くない。死なない。弾が当たらない。うん。何のマイナスも起こらないゲームだったら誰もやらないですよね。やっぱリスクがあるから、そのハラハラ感っていうかね。その、リスクを背負いながらもどうやってそれをうまくやっていくかっていうことが、やっぱ真剣味が出るんであってね。やっぱこう、やりがいがあるんであって、絶対失敗しない、絶対しないなんてもね、間違わないなんて、まあ、もう面白くないよね。だから私たちがこの二元性世界にやってきて人間キャラとして生き始めるときに、やっぱりこう、神としてのね、全能性、あるいは 100% の完全性、コミュニケーションにおいて、だってもともとワンネスだからね、分かり合えるしかない世界だから、それをあえて分からんように煙幕を張ったわけですよ。この世界のゲームの、まあ、まず前提としてね。うん。それっていうのは、まあ、やっぱり楽しみのためっていうかね、それは全然悪いことではない。だから今私たちが本当の私を誰も分かってくれない。本当のあなたは、やっぱりこうどうしても分からないっていうね、それをなんか悲劇のように、何かマイナスのように捉える人もいるけど、実はそれは本当に素敵なことであったりするのかなってことを思うんですよね。だからこの世は面白いっていう部分があるのかな。聖書の中に、まあ、有名な話でバビルの塔っていう話があるんですよ。バビルの塔じゃないですよ、皆さん。バビル2世じゃないですよ。私昔勘違いしてたんですよ。バビルの塔はバビルの塔だと思ってて、バビルの塔って聞いたら、お前それ違うよ、バビルの塔だよって言ってて、恥かいたことがあって。ねえ、実はバビルがダメ。バビルが違うんですよね。私、アニメの方真実だと思ってたんです。うん。バビルの塔が正しくて、誰がバビルなんて言ってんのって思ってたんです。似たようなことって起こりますよね。天才バカボーの歌って罪深いと思いません？西から昇ったお日様が東へ沈むってね。あれ私本当だと思ってたんですよ。で、理科のテストでね、忘れもしない小学校3年の時ですよ。理科のテストで、カッコを見なさいってことでね、太陽はカッコから昇ってカッコへ沈むって書いてあって、私バカボンのその歌の通り書いたんです。まあ、本当に。そしたら先生がもう大きなペケくれたわけですよ。嘘、え、マジなの。太陽って西から昇って東へ沈むんじゃないのみたいなね。おかしいなみたいな。あ、そう、そっちが正しいの。じゃあ何このバカボンの歌って。あ、大変って言ってるでしょ。ほら、あ、大変ってことは逆だってことですよね。もうアニメには散々私傷つけられながらも好きなんですよ。でも私はアニメファンなんですよね。アニメ、I love アニメーションなんですよね。話や。うん。まあ、だから何の話してたかもう忘れかけてますけども、結局ね、お互い様だってことなんですよね。うん。バベルの塔の工事っていうのは、結局ね、人間が結託してね、神様が人間作ったその人間が結託して、神に挑戦しようとしたんですね。バベルの塔っていうのを作って、神に届いて、自分たちが神のようになろうとしだしたわけですよね、傲慢にもね。うん。だから神様は、こいつらをどうしてやろうということで、まず言葉を通じなくさせたんです、互いにね。うん。言葉を通じなくさせてコミュニケーションできなくしてバラバラにしちゃったわけですよね。そういうことが聖書に載っているんですね。バベルの塔の故事っていうやつですね。うん。これはなんか悪いことのようなニュアンスがどうもあるんですよね。私たちが。人間の傲慢とか、
なんちゅうの？神に挑戦した。だからその傲慢さを打ち砕くために神は、もう人間をこう、なんちゅうの、言葉通じなくさせて、各国に、地方地方に散らしてバラバラにしてね、もう結託できないようにしたみたいなね。うん。結託して悪い子、なんか神に挑めないようにしたみたいな、なんかそんな部分があるんですけど、でもこれは見方を変えれば良いことなんですよ。お互いに、互いに言葉を通じなく神がしたっていうのは、これは罰じゃないんです。実はこれこそが、ほら私たち一人一人がね、自分の意識に関しては、それが覗けるけども、他人のそれに関してはもう想像するしかないっていう部分は、そもそもこのゲームを開始するための前提であり、この世界を楽しむ上での必要な前提なんですよね。うん。例えばカップラーメンをね、食べるには3分間ですよと、お湯を入れて3分間がちょうどいいですよ、みたいなことですね。あるいは火薬を入れ、なんと、チャーシューをね、こう、入れ、そして、お湯を注いで3分後に、後のせ火薬と、あとその、蓋の上で温めておいた、この油分っていうのかな、油脂分を入れてください、みたいなね。それをね、無視して、初めから全部入れちゃったり、その、温めておいて後での入れる方がいいやつも、初めに入れちゃったりしたら味わいが損なうわけですよ。せっかくメーカーさんが、こういう風に味わってくださいって、この方が美味しいですよって言ってくれてるのに、そうしないと味わいが半減するじゃないですか。だから、結局この二元性世界で遊ぶ、この世界で本当楽しむ上では、やっぱそのメーカーさんというかね、それのおすすめは、やっぱりこう、お互いが、完璧に意思が通じ合わないのがちょうど良いですよって、お楽しみですよみたいなね。うん。やっぱ他人の気持ちが 100% 何か考えてるか本音の本音まではね、わからないのがちょうどいいですよみたいなね。3分間待つのがちょうど麺が食べゴールですよと一緒で、そういうふうにせっかく言ってくれてるわけですよ。それを私たちがやっぱりこううまくいかないことだけにフォーカスしてね、人生で。はあ、なんか 100% ね、自分の意思が伝わったらね、誤解がないのになとかね、うん、なんか問題も起こらないのになって憧れちゃうでしょ。でもね、これ偉いことですよ、100% 全部伝わったら。ね、今日も綺麗ですねって上司のね、女性に言ってんのに、今日もなんか解消してけどブスだなって思ったら伝わっちゃうわけでしょ。何あんたそれみたいな。困るよ、本当に伝わっちゃったら皆さん。だから、一面的にね、なんか、のことしか考えてないですよ、みんな。こう、うん、意思がすべてきちっと伝わったいなっていう時は、その人はそんなことまで考えてないんですよ。資料が浅いんですよね、そういう時っていうのは。うん。もう一面的にしか考えてないんです。こうだったらいいな、ああだったらいいなっていう時にはね。全部ひっくるめて引き受ける覚悟も何もなしにそんなことを、無双してるっていうことが多いと思うんですよね。うん。そうなったら他のこともいろいろおまけとしてひっついてくるけど、それでもいいかっていうことを、やっぱこう分かっとかないといけないですよね。100% 通じてしまうっていうことは確かに苦しみも減るし誤解も減るけども、それはあなたの中に秘密を保てないってことになりますね。そりゃ空とか、ね、究極次元だったらいいけど、この二元性の私たちには秘密っていうの必要なんですよ、バランスとして。やっぱ人に知られたくないこと、やっぱ自分の胸だけにしまっときたいことっていうのがあるんですよ。だから、そこをどうするよって話ですよね。だから、この世界で生きる上では、やっぱりこれがちょうどいいわけなんですよね。このコミュニケーション具合というか、このズレというかね、この、伝わらない加減。だから、47浪人っていう映画、もうね、笑えるんですよ、正直。日本ってこんな風に思われてるの？外人からみたいなね。なんか中国と誤解してないみたいな部分があるんですよね。時代交渉的にもその建物とかお服装もね。なんかこれ日本というより中国じゃんっていう、ね、部分があるわ。もう向こうにしたら東洋って似てるんでしょうな。うん。一色だというかね。よっぽどちゃんと日本にターゲット絞って興味持ってないと、東洋ってアジア、うん、だいたいこう似てるっていうかね、中国も日本もなんか、うん、な部分があるわけですよね。でもやっぱり今の話を土台にして物事を考えると、けんちゃねよってかね、いいよいいよってかね、ノープロブレミよっていうかね、そういうものよっていうか、お互い様だね。あなたもそういうふうにして見てるけど、私だってね、そうかもしんないし、僕だってアメリカとかイギリスとかその他国ね、やっぱりこう自分の伝わってくる、ものでしか判断しないし、
実際に行ったことないからね。行ったことない人間がいろいろやっぱ想像するわけですよ。海外に関してイメージを持つというかね。だから私たちも向こうの人たちからしたら、なんかちゃんと分かってくれてないよなって思われるかもしれないでしょ。だからそのお互い様っていう部分をキーワードにして、私たちはもうちょっとおおらかにというのかな。誤解があってもね、行き違いがあっても、あ、それが醍醐味なんだなぐらいに思う前提がね、やっぱあった方が行きやすいんじゃないかなと。だからいちいち、なんかこう批判とかね、捉え違いとかにね、目くじら立てる前に、やっぱそういうおおらかな気持ちに一度なるのもいいのかなっていうね、まあ感じもありますよね。やっぱその映画を見て本当そう思いましたよね。まあ劇場に行かなかった。ね、正解でした、あれは。もうそういう1000円の有料化レンタルビデオかね、もう地上波で十分っていう感じでしたね。迫力はあったんですよ。まあ画像としてはね。でもまあ、あれは映画館じゃなくても、まあまあ良かったかなっていうね、感想でしたね。なんかもう、ストーリーの素晴らしさ、四十七士の仇討ちのね、なんかその感動というよりは、なんか、こんな風に日本のことを思うの？みたいなね。もう、敵のね、悪役のなんか狐っぽい、なんかその、妖怪というか、ね、それもなんかどっちかというと中国テイストですよね、あれもなんかこう。チャイニーズゴーストストーリーみたいなね、感じの、もあって、なんか日本って感じがしないっていうかね、もう中国って言っても納得するっていうぐらいの、感じでしたね。着てる着物とかもね。もう面白かったです。まあまあ、そんなことでね、まあこの話はそれでいいのかな。はい。ちょっと見てきますね。チャットをね、全然もう見ないで、流しておりましたのでね。はい。なんか、結構いろんなこと調べて打ってくれてる人いますね。私が時々使う言葉とか、なんか専門用語とか固有名詞とかをね、ウィキペディアとかいろんなことで調べて、親切に、皆さんにわかるように、上げてくれてる人が結構いて、これ読んでなかなか助けになる人もいるんじゃないですかね。はい。いいですね、こういうマメな人がね、一人いるっていうことはね。あ、そうなんだ。初めてした。そう、ほう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 。なるほどね。47浪人のこともね、ウィキペディアで調べて、概略を上げてくださってますよね。はい。なるほど。なるほど、なるほど。なんか、アーメンっていう言葉に関しても、まあ、ウィキペディアで調べてみて、入れてくれてる人いますね。はい。なるほど、なるほど。これ、一つ一つ質問がね、来ておりますね。予備校に通っている息子なんですが、現実を見るのが怖くて、携帯ゲームに現実逃避しているようです。それって私の内側を映し出しているんですよね。映し出してません。はい。っていうか、あなた誤解してます。誤解してるっていうかね。これ息子が言ったんですか？聞きたいんですけど。現実を見るのが怖くて、携帯ゲームに逃避しているって、なんでわかるんですか？絶対に現実を見るのが怖いって、本人が言ったんですかね。それだったらまだわかるんですけど、ごめんなさい。これね、質問文がこんだけなんで、データが全然ないからね、早計に判断できないんですけど、なんでそう決めつけちゃうんです？現実を見るのが怖くて、っていう、言い切りっていうのかな。本当にそれだけ？まあ、この子で確かなのは、携帯ゲームをやってるってことですよね。あと、現実逃避かどうかもわからないですよね。正確に。それは、多分あなたの判断でしょうね。例えばね、これだとまた話が違うんです。僕はっていうね、本人が、例えば私は現実を見るのは怖くて、どうしても携帯ゲームに現実をしてしまいますと。
ね、それってどうなんでしょう、私は、どうなんでしょうかねみたいな質問だったら本人でしょ、本人が、言うことが、ほら、47浪人じゃないんですよ。外人が日本の映画を描いたんじゃなくて、この場合は、本人が言った本、日本人が日本映画作ってるようなもんだからね。なんとなくこう、性格を期している部分があるわけですよね。つまり本人が僕に質問してくれてるのかわかるんですよ。でも、息子なんですがでしょ、母親がワンクッション、他人のものを自分が受け取って、それをまた僕に言ってるわけでしょ。つまりこれはダビングのダビングであり、コピーのコピーなんですよ。これダメです。劣化版になります。それはデジタルをね、データを移すみたいな感じで、100% 完璧にデータが移るっていう風なものでは、これいかないですよ。これに関してはね。伝言ゲームみたいになっちゃうわけですね。だから、息子本人がこのスピリチュアルテレビのこの、ね、チャット欄に質問してくるんだかわかるんですけど、お母さんから見た息子になってるわけです、この文章はね。だから必ずしもこれは性格を期していないのでありますよ。だから、私はまずこの質問に答えることが根本的にできません。何とも言いようがありません。ノーコメントです、だからね。下手なことを言えないでしょ、これで。私、霊能者じゃないからね。てか、霊能者怪しいよ。単純に主観が入ります、彼ら。だから本当に何ちゅうの見通してるって思わない方が、信用しない方がいいですよ。彼らのこと。霊能者っていうやからね。もちろん良心的に本当に自分のね、自我の主観が含まれるのを自覚してて修正するね、律儀な人もいるでしょうけど、大体酔ってますからね。大体俺は見えてる、お前ら見えてねっていう部分でね。とんでもねえこと、ズバ、ドバドバッと言ってくる人いますからね。それはもう気をつけられた方がいいんですけども。本当にね、これは勝手なことが言えません。まあ、それがまず一つです。また聞きは絶対ダメです。だから僕が個人セッションしてても困りますのがこういうやつなんですね。お母さんが息子のことを相談しに来る。知るかって息子連れてこいって話ですよ。そんなもんね。本人連れてこいと。だから、あなた自身の相談だったら目の前にあなたがいるからやりようがあるんですと。ね。いろんなもの切り口っていうかね、声から、ね。その雰囲気からね。その人の仕草やもういろんな情報が来るわけじゃないですか。言葉の内容からね。それで判断材料が多くなるからいいんですよ。でも、うちの息子なんですけどって、それ顔も知らねえ。会ったこともねえ。そんな人のことを分析できるか、その話だけでね。できるかっていう話ですよ。だから、その現実逃避しているようですでしょ、しかも。お母さん自身がようですなんだから、私がなんてもっとわかんないですよ。現実逃避していますだったらまだね、そうなのかっていう。そこまで言い切れるほどそういう状況なのかと思えるけど、しているようですだからね、弱いですよね。まあでも、とりあえず、この質問には正確に答えれないということはまず一つ言っときます。それ置いといて、でも身も蓋もないんでね、それで終わると。次の文章を気にしたいわけですよね。まあ息子がそんな状態ですと、携帯ゲームして現実逃避している状態です。それって、母親であるその人のね、私の内側を映し出しているんですよって、映し出してねえよ。あんた何も作り出してません。てか、あんた傲慢じゃないですか。自分の内側が息子をそんな風にできると思ってんですか。息子は息子で単独の命です。それスタンドアローンの立派な命ですよ。自分で決め、自分で作り上げていける命でしょうよ。それをあなたの内面が、そのね、息子をねじ曲げて、息子が、選択とか関係なく、その内面を反映した、そのひねくれ度合い、現実逃避するっていうことを、あなたがさせてるってことですか？青が。ない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 。あなたが、というか、あなたの内面が映し出すんだったら、そんな風に見えるんですか？息子は息子で立派に生きている。実は、ちゃんとね、彼の内面では彼として生きてんだけど、お母さんがそういう風なメガネをかけるので、息子は実際頑張って生きてるのに、頑張ってないように見、現実逃避してるように見えちゃうってことですか？それとも。ねじ曲げて。あなたの内面の投影映し出しているんだったら、頑張ってる息子が頑張ってないように見えるってことですか？実は。っていうかね。だからもうこの投影とかね、その自分の意識が生み出してるっていうのを捨てた方がいいですよ。ある程度。
産んでない、産んでない。もう自覚してないこと多いでしょ？うん。だって期待違いとか思い違いとかね。本当多いわけですよ。この世の中にはね。え、そうだったのってことも多いわけですよね。え、マジで？みたいなね。そういう時に本当思います。これ私が生み出してないよなって。うん。もうへりくついいんですよ。あなたの自覚してない部分だとかね。あなたの深層意識の部分だとか、あなたの自覚してない魂のね、あの広い領域、エゴで捉えきれない部分が何かを作ってるとか、もうそんなごたくはいいんですよ。意味ないんですよ。自覚できないものっていうのはね。うん。意味ないんですよね。だからそんなことを悪者にしてね、何かそれが決めてるんだと。うん、いうことを言ったって、所詮私たちが、この生きてる上で相手にできる範囲っていうのは、大体自覚できる部分だったりじゃないですか。うん。それ以外のことで、それが私を決めているなんていうことは、考えるだけ無駄っていうかね。うん。楽しくないよ、それ。行き過ぎると。うん。だから、面白い話ですよね。あなたの内面が息子を決めれるってすごい話ですよね。違う違う。相手は相手で生きてるんです。みんなみんな生きているんだ、友達なんだというかね。うん。それぞれスタンドアローンで宇宙の王なんです、それぞれがね。それぞれにご自分の、人生の王というものを一生懸命生きて、その生き様を紡いでいるわけですよね。うん。すごい尊いことだと思いますね。そこに対するリスペクトがあればですよ。あなたの内面で人の人生がなんか自分のこう投影みたいな内容に変わってしまうなんてね。どんだけそれすごいですかっていうかね。帰れるんですかっていうか。帰れないと思いますよね。思い通りにならないってみんな嘆いてるでしょ、自分の人生。思い通りにならない、そんな力なのにね、人を変えれるんですか、そんな投影で。他人の人生を。うん。まあまあまあいいや。ということでね。だから、スピリチュアルが一個毒されているのは、すべてがあなたの投影、すべてがあなたを、すべてあなたが生み出している。ね。あなたの思い、心の中身が 100% 投影されていますよっていう理屈は、大迷惑ですよね。うん。何もほとんど作ってません、あなた何も。うん。あなた映画見たり、テレビ見たりするときに、あなた自分で番組を作って、自分でやって、自分で見てますか？なことないでしょ。全部人が作ってくれて、内容も知らない。だからワクワクして見てられるんですよ。これ制作者だったら番組はチェック以外の意味で見ないですよね。ちゃんと撮れてるかとか、間違いなく編集されてるかってことを確認する意味で 見返すことあるかもしれないですけど、楽しみでは見ないですよね。だって全部作ったからって、作者だから知ってるからね。うん。だから、私たちはわからないから楽しいんであって、作ってないから、まあ、それに対する喜びっていうかね、それに対する醍醐味っていうのがあるわけであって、もちろんね、私たちの正体が空であり、ワンネスでありね、その全てであるっていう観点では私が作ったんでしょう。そういう意味ではね。でも、この世界にはそれを封印してやってきてる。つまり、二元性である私たち人間という切り口を大切にするステージなんです、ここではね。だから、ここでは、その実は私たちが全て決めてきたとかね、すべて生み出してるなんていう理屈はいらないんです。マリオブラザーズっていうゲームをやるのに私たちが分かっていればいいことは、キノコを取る、ブロックを崩して金を取る、あるいは穴にね、落ちないでちゃんとジャンプしてね、越える。で、クリボーやカメや敵には当たらないようにする。敵の弾とかにはね。で、ピーチ姫を救うんだっていうことだけが分かっていればゲームができるじゃないですか。これがプログラムであってね、どんなプログラミング言語でできてて、どんなアルゴリズムで、なんちゅうの構築されててとかね。うん。そんなこと、知識いらないわけでしょ？そのゲームの成立しているメカニズムっていうかね。うん。いらないわけです。自動販売機もそうです。自動販売機がどんな仕組みになっているか、ボタンを押したら、それがどんな配線の、どんなね、場所を通って信号が伝わって、どんな、回路を伝わってね。なんちゅうの、缶が落ちるとかね。そんな、自動販売機業者みたい、電気業者みたいなことを知らなくても、販売機で買えるでしょ？ボタン、100金を入れてボタンさえ押せれば、中身が、構造が、機械がどうなっているかを知らなくても、買えるんです。使えちゃうんですよ。うん。それと一緒で、私たちは、
空がこの世界を生んだとか、もともとはワンネスだとかね、そんな裏舞台事情、つまり販売機の中身とか、ゲームのどんなプログラムで、できて、実はできてるのかとかね、そんなことを知らなくたってゲーム楽しめるわけなんですよ。販売機でジュースは買えるんです。テレビの中のね、構造、液晶の裏のね、機械がどうなってるかをね、電気屋さんみたいに知らなくても、スイッチ入れたら、チャンネル変えたら、テレビは楽しめるんですって構造を知らなくても。それと一緒で、うん、私たちはスピリチュアル的なね、心理、例えばあの仕組みとか、そういう、なんちゅうの、裏舞台、結局この二元性世界の裏舞台ね、宇宙はこうなってるとかね、こんな、心理に貫かれてるということを、知らなくても、正確にね。うん。結局私たちは、この言葉を使い、日々ね、起きて、寝て、そして仕事をして、社会っていうのがこんな感じで、そして私たちはそれにどう対応していてっていうね、どう人間関係を持っていってっていうね、これさえ、ベタに、この世界で生きる上の知識、ね、このやりよう、これが分かっていれば、とりあえずゲームができるんですよ。そしてそれ以上のことは必須ではないんです。ね、オプションです、スピリチュアルなんていうのは。うん、皆さん必須だと思ってるからやたら広めようとするけどね、知らない人に。知らない人はかわいそうみたいな。宇宙の本質をこの人は知ってない。そういうことに興味がない。それは、生きる上での、やっぱりこう、ハンデみたいなね。知ってる、やっぱりスピリチュアルやることが、まあ、なんちゅうの、前提みたいな。うん。そんなことを意識に思っている人が結構多いので、あくまでもこれは趣味で好き好きで、オプションですよね。ベーシックプランは全ての人が満たしているわけです。この鼻から息をして、この世界で生きているというだけでもう、とにかく基本は抑えているんです、彼ら。もうどこからも神からも何からも突っ込まれないんです、それで。もう十分だから。それ以上にスピリチュアルをやろうなんてのはもう趣味の世界で、うん、それをやったかやらないかで何かこう、うん、値打ちを決められるってことないわけなんですね。うん。十分です。逆にやって、で、こんがらがる人もいるわけです、中にはね。残念な話。そのするから余計、不幸になるっていう扱い方を間違えるからね。いるわけでございますよね。うん。何でもかんでもね、まあ、スピリチュアルでも、やりゃいいっていうもんでないですよね。うん。例えば、なんかね、いい例えないかな。例えばテレビゲームなんていうのも楽しいでしょ、買ったら。ね。人を幸せにします。あ、面白いなんてね。でも、例えば、適度に使う人には幸せをもたらしますよね。生活の味わいというかね。一つの、うん、楽しみ事というのか、潤いっていうのを与えますよね。でも、中毒になってしまったらどうします？ゲーム中毒。朝から晩までゲーム中毒になってね。たまにいるんです。奥さんが裁判を起こすんです。ゲーム会社を相手取って。ね、オタクの作ったゲームのせいで、うちの主人は会社に行かなくなって、朝から晩まで中毒のようにやるようになっちゃいましたって、実際これ本当にあったんですよ。そういう裁判を起こした人がいるんです。うん。どうしてくれるんですかみたいな、うちの主人をこんなんしちゃってっていうかね。ゲーム廃人にしちゃってっていうかね。そうだったら不幸ですよね。わかります？だからテレビゲームっていうのは、イコール、誰にとっても幸せをもたらすものじゃないですよね。だから使う人によりますよ。うん。スピリチュアルっていうのも、やればやったらみんな幸せになるというよりも、扱い方一つ間違えると、ね、やっぱこう偉いことになるわけですよね。うん。やっぱだから会う人会わない人とか、まあいるわけでして、だから万民に何か押し付けるものでもないですよね。うん。それは文系理系とかね。うん。やっぱこう、合う合わないがあるわけなんですよね。それを一律に全部に押し付けようっていうなんて、こう、乱暴じゃないです。学校教育ってそうでしょ？今、数国理社へ、まあ、中学高校は上がったらもっと細かく分かれますよね。理科とは言わず、科学とか地理とか地学とか、あ、違う、科学、地学、ん？化学の地学と、あとなんだっけ、生物学ね、とか、分かれるじゃないですか。うん。数学もなんか微分積分度が代数とかなんとかで分かるもん。そんな、なんちゅうの？すべての生徒に一律に押し付けるわけでしょ？そしてその点数でもって評価するわけでしょ？出来不出来というかね。うん。だから、もうそこでもう私たち限界を感じているじゃないですか。このままでいいのかっていうね。うん。それはスピも言えて、スピを、例えばものすごい、受け入れられているね。一番人気なスピを世の中の全員がやりゃいいのかっていう話ですよね。
絶対に合わない人いるんですよね。そういうところもわかればね、一つの考え、一つの真理でこの世界を統一しよう。ね。みんなの考えを一つにしようなんていうことのバカバカしさがわかるでしょ。それをやろうとしたのが、共産主義、かつての社会主義ですよね。世界中をその教えにしてしまえば、大丈夫、OK みたいなね。単純な理屈ですよ。価値観が違うから喧嘩をするんだと。争いが起こるんだ。だから価値観を統一してしまえば喧嘩が起こらないっていうのが結構宗教が使う理屈だったりするんですよね。統一教会という、ちょっとこう、世間を騒がせてる新興宗教がありますけども、それなんかはその考え方です。北朝鮮もそうだと思います。チュチュ首相。言いにくいね、これ。チュチュ首相っていうね、主体思想って、漢字で書くとね、っていう、思想ね、将軍様を中心とする体制ですよね。一党独裁体制というかね。それによって、お互いの、意見の違いとかね、をもう一切なくして、もう一枚岩にしちゃおうってことでしょ。統一教会も統一原理っていうね、一つの教えを持って、価値観の違いを克服して、みんなが同じ考え方のもと、一つの統一理念でもって生きるっていう、そこに争いがなくなるっていう、話なんですよね。これは別に他の宗教もそうなんですよ。キリスト教は全員、世界中の人間がキリストを受けるようになったら、素敵な世界ができるっていうことでしょ。仏教も他の宗教も、世界中の人がこの教えをやるようになったら平和になるっていう確信のもとに広めようとしているわけですよね。信者を増やそうとしてるわけですよね。そうじゃない宗教があったら教えてほしいです、逆に。それは不思議なとこです。もしも全員じゃなくていいとかね、ある程度でいいって言っている宗教方を教えてほしいですよね。 まあいいんですけどもね。それは宗教とは言わないですね。構造的に。だいたいやっぱり世界中の人に、これは真理だからね、この神は本当の神様だから、みんなをそうしようっていう、だいたいその方向性のはずです。まあ話が思いっきりずれましたけどもね。一つの質問から。ごめんなさいね。話が思いっきりずれまくってますけどもね。ものすごく元に戻すと、僕が47浪人の話で言いましたよね。結局他人っていうのはちゃんと見れない。つまり外人が日本映画を作るようなもので、本当に日本のことを知らない人が作るから、まあちょっと笑えたり、ちょっとずれてたりする。だからお母さんが、この予備校に通っている息子のことを、たとえ母親といえどもですよ、誰よりもよく知っているといえども、お腹を痛めて産んだといえども、所詮は他人なんですよ。究極の部分ではね。それは、だから自分の見たいように見てる。そういう意味では投影とも言えますよね。そういう側面だけで言えばですよ。あなたが見たいように息子のことを見てるとは言いますけど、でもそれは息子そのものの人生を変えてるわけじゃないですね、それが。ここがちょっと難しいとこなんですよね、言葉で言うときに。それはあなたの見方でそういうふうに解釈だけでそう見える。それだったら投影です、確かにね。あなたの解釈が息子をそういう、現実逃避をしているという判断をさせるということではそうだけど、でも、正味息子がそうかどうかということは全然関係ないです。あなたの単に独りよがりだから、それは息子の内面に聞いてみるしかしょうがないし、本人しか知らないことになるんですよ。どんなに伝えてみたって伝わらないかもしれないし、もしかしたら隠してるかもしれないですよね。本当のことを言ってないかもしれないです、その人はね。そこに難しさがあるんです、この世界のコミュニケーションの。だから、間違えてほしくないのは、自分が全てを生み出しているっていう部分です。だから、あなたのその心情、今の心の思いが、全ての人々を作っているというかね、全ての人の人生を作っていると思わないでください。人それぞれでちゃんとその人は生きてます。だから、あなたの解釈が歪む可能性はあるけども、その解釈が他人を歪ませることはありません。っていうことですね。そこのスタンスをちゃんと分かってないと、100%自分原説っていうのは、変なところまで自分が作っていると考え出してしまいますので、気をつけましょうねっていうところですよね。ははははは。なかなか難しい部分ですけどね。ということで、この質問はまあ、この辺でよろしいですかね。あ、知らなかった。本当これ。スピルバーグも子供の頃引きこもりだったんだって、本当？へえ。
90兵ぐらいやね。あ、そうなの？私全然知らないんですけどね。この監督の人生とかね。あ、そういうとこあったんですか？おー。私もこうやってやりながら勉強になりますよね。チャットでなんか結構いろんなことを教えてくれる人がね、いたりしますのでね。私もなかなか豆知識が、勉強になりますね。スピルバーグってそうだったの？おー。うん、なるほど、なるほど。うん。テラさん、今日は横山やすしみたいですって、どこがどういうふうにやすさんみたいなんですかね。懐かしいですね。癖のある面白い人でしたよね、あの人もね。横山やすしみたいですねって。全く私、その切り口なかったですけど、あ、そう見えるのか。だからほら、47浪人っていうかね。本人は全然そんなこと思わないけども、あ、人の目から見たら横山やすさんみたいに見えるのかっていうね、今面白い映画を見せてもらった感じですよね。まあ実例というかなんというかね。ほう、なるほどなんて。まあこういうところで、これがなんですよ、スピリチュアルで大事なのはね。こういう、その理論、理屈とかじゃなくって、こう実体験というかね、本当に人が言ったことや、自分の見たことやね。なんかその刹那に、なんかこう言われたことで感じたこととかね、あーっていうね。結局、その、お猿のジョージじゃないですよ。みたいなね。もう娘が、エルちゃんが大好きなんで、今、ジョージばっかりなんですよ、テレビ。お猿のジョージね。アニメの。っていうね。なるほど。うん、すいません。やっぱそういうことが大事なんだよな。結局、ああでこうで、ああで、ああ、わかりましたみたいな理屈がっていうかね。うん。それが腑に落ちたっていうことだと勘違いしてる人がいるけども、うん、そういうのってもうほとんど意味ないんですよね。うん。やっぱり、じわっとわかるっていうのかな。頭の中で、こう、こう、こう、はい、ストーンって、はい、わかり、理屈わかりましたじゃないので、こう、じわじわっとする理解っていうかね。うん。ああ、そうなんだよなっていう、うん、今の話でも、うん、と思いました。あ、そっか。私もね。まあ、来たままメッセージ言いましたよ、47浪人のね。でもこうやって、やっぱ具体的に人から横山康さんみたいだねって言われて、ああ、人ってやっぱ好きに見るんだなっていうかね。うん。で、自分もまた適当に見ているんだろうなっていうかね。うん、本当思いますよね。うん。こうやって支え合って許し合って成り立ってんですね、この世界はね。本当に。そういう意味では許しの世界なのかもしれないですよね、この世界はね。そういう切り口だと。うん。はいはい。だからね、まあ私のね、主張しているスピリチュアルの一つの特徴としてはね、これは正しいというは言わないよ。やっぱりこう何でもかんでも自分 100% 原因説でね、自分が生み出している全部自分の責任だっていうことへの、やっぱり一つのこう、アンチテーゼというのかな、一つの挑戦というのかな、そんなことねえだろ、そんなやつおれへんやろみたいな、丸虫商店だったかな、なんだったかな忘れましたけど、関西の漫才師でね、そういうネタの人いるじゃないですか、そんなやつおれへんやろみたいなね、ことを言う、こう、ありえないことを言ってね。やっぱり、どう考えても作ってないよ、これ、っていうね。私、生み出してない、みたいな。もの多いですよ。やっぱ素直にその気持ちに従われた方がいいですよ。いやいや、そんなことない。これ私が作ってないって思い込んでるだけでね、作ってないと思えちゃうだけで、実は作ってんだみたいなね、無理に納得させようとしなくていいですよ。うん。やっぱ覚えないもの。うん。驚きの連続だもの。へえみたいな。うん。やっぱ私は親を選んでないし、日本人に生まれることを選んでません。うん。で、やっぱり今日こんな出会いがあったり、今日こういうことが起こることをやっぱ作ってません、私は。作った覚えすらございませんっていうね。もう本当にびっくりしてます、これ見て。っていうね。それでいいんです。だってこのゲームの中にいるんですから。うん。ゲームの外に飛び出してしまえば、すべて私が作っていますっていうことなんでしょうね、きっと。でも、その理屈は今ゲームの中にいるからいらないんです。ゲームをやってるときは没頭してるんだから、今自分の仕事が何かとかね、今自分がゲーム終わったら何しなきゃいけないかということは、とりあえずそののめり込んでやってるうちは忘れてていいんですよ。マリオに同化してていいんですよ。自分をマリオに投影して自分がマリオだと思えてていいんですよ、そのゲームプレイ中は。で、ゲームが終わってゲームの世界から抜け出てから、
現実的なレベルっていうのかな、考えたらいいわけですよ。うん。だから私がもともと空とかワンネスとかなんじゃからっていうことは、そうじゃ、そのモードに行けば、わかるんであって、今考えることじゃないですね。考えても気休めにしかならないし、ちんぷんかんぷんですよ。私たち人間性の脳で、認識能力で捉えようとしてもね、空なんて捉えられるものでもないし、そしてましてやワンネスなんていうのは、よっぽどそういうものを垣間見るような体験をした人でもないとね、もうしょうがないですよ。考えてても。うん。みかんっていうものを見たことない人が、いくらみかんについてね、考えてもしょうがないですよ。食べたことのない人、見たことのない人がね、考えてもしょうがない。もう食べたらわかります。あ、みかんってこういうものかっていうね。現物見て、現物食べたらわかります。食べるまでは、どんなに100時間、200時間考えたって正確なことがわかるはずがないです。うん。それと一緒で、もうわかりようがないですよね。考えても考えても、その体験のないものはね。人から聞いても、それはもう本当に、伝言ゲーム程度のことでしかないんですよ。本当に誤解する。もう誤解をもう100%前提の上での話ですね、もうそれは。実感のないものを実感あった人からお伝え聞いて、頑張って自分の中でイメージしたり、頑張って自分の中でなんか腑に落としてみようと思ってもね、それはもうかなり無理のある話ですよね。うん。日本に行ったことのない人が憧れと雰囲気だけで日本映画作るのともう本当に似てる話ですよね。うん。だから、それはでも自由です、それをするのはね。ただ、そのことをわきまえておかないと、それが本気になったり、それを正しいと思い出したりすると、本当にややこしいことになっていくんですよね。うん。それがやっぱスピリチュアルでも痛い人というのになっていくんですよ。うん。時間ねえくせに、生きかじった知識で分かった気になって、それを振りかざす人いるじゃないですか。いろんな人に対してね。うん。批判してみたりとかね。うん。自分の心酔したスピリチュアルのね、受け売りをなんか他でしてみたりね、するわけですよ。うん。なんか子分が威張るみたいにね、親分が巻いてね、親分本人じゃないんだけど、その受け売りでね、別に実感があるわけでもないんだけど、自分それ好きだから、それを他で言って、よそで言ってみて、武器にしてみたりすることもあるわけですよね。借り物っていうかね、うん。借り物の武器でっていうかね。うん。やっぱ実感してないものはやっぱ武器にしない方がいいっていうかね。うん。それをするとどん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 伝言ゲームみたいにずれたものを、やっぱり、うん、言ったりやったりすることになるので、そのずれたものをオリジナルとして納得できて自覚できてる分にはいいんだけど、やっぱその辺の自覚なしの部分もね、うん、あってやったりする人もいるので、やっぱお気をつけいただければなということを思いますよね。うん。いうことでございますね。うん。あ、なんか、うん。なんかアルゴリズムっていう文章まで調べてくれてますね。難しい概念だよね、これもね。普段何のこっちゃよくわからないですよね。はい。うん。こういう件もありますね。自分が変われば周りの波動やシステムが変わることがあるように思いますがってね。うん。いいですよ。それは解釈です。自分が変わったっていう自覚がまずあるとするでしょ。私はこう意識を変えた。そしたら、ある周りが変わったっていう状況が観察できるときに結びつけるんですよ。あ、これは私が変わったから周りがこうなったんだなっていう物語をそこで生み出しちゃうんですよね。うん。だから私が全部作ってるとか、私は何も見出してないという意見を言ったときに、やっぱその苦言を呈したくなる人がいるのは僕織り込み済みなんですよ。だからこういう意見が出るのは当然覚悟してます。いや、テラさん、いや、すべてね、あなたはほとんど何も作ってないとおっしゃるけども、でもやっぱり私自身が何か変わることで周りが変わっている部分があるんじゃないですかっていうのは、うん、それはそういう解釈もあろうと思います。ここはテラ部なんでね。もしも僕の話が気軽にいらなかったら、もう来なきゃいいからね。うん。もう見なきゃいいからね。はっきり言って。もう、あんたいらないから、他見なさいって。だから、ここでの部活動の内容を言いますよ。何も私たちは生み出していません。だから、それは解釈です。その波動とかいうのも解釈です。わかりますか？そんなものはないの。解釈。うん。だから、あなたが自分がこう変わったという自覚があって、それでたまたま何か周りが変わった、
ったように解釈できる現象が起こって、それとそれとを結びつけて、あ、やっぱり私が変われば世界は変わるんだというふうに解釈をしたに過ぎないということです。すべて起こることが起こってるし、すべてプログラミング通りです。それを私たちは好きなように解釈をしているだけの話ですね。うん。究極にはないんです。変わることが。あなたが何か変わったからって周りが変わることは本当はないんです。だからでもそれは嫌でしょ？つまり、サンタクロースがいると思っている子供がいたとして、サンタなんていねえんだよって言われたら嫌でしょ？だってまだ純粋な子供なんだから、その人はね、この子は、その子はね。やっぱまだそのサンタがいて欲しいんですわよ。だから親もそのことが分かってるから子供時代にぶつけないんですよ。それは自然に、お、その子が大きくなって、あ、サンタクロースなんていなかったんだって分かるのに任せるわけですよね。はじめかサンタいねえよって言う親はいないんですよ。かといって、大人、その子が大人になってもね、やっぱさ、お母さん、お父さん、サンタいないよねって言った時にね、慌ててね、いやいや、そんな純粋な心を失ってほしくないと思うあまり、いや、サンタいるんだよ、いるんだよってね、ほらほら、こんなこともそうでしょ、そうでしょって、サンタいるんだよってね、そんな必死になる親います？この子がね、擦れちゃいけないとか、純真さを失ってほしくないとか思ってね、いや、やっぱそれは、あ、バレちゃったぐらいな程度でしょ。だから、うん。ファンタジーですよ。自分が世界を変えれるっていうのはね。これはテラブですよ、もちろん。テラブの話です。うん。だからこれが真理だから、お前ら間違ってるよ、みたいなね。今、波動とか、あるいは自分の意識が変わることで全てが変えられるなんてことをやっている人が間違いだということではないです、もちろん。部活動ですから、それぞれのね。ここには自分がやりようがある。自分の意識が変われば全て何でも変えられる、変えられないことはないと思ってね、やるんだけど、どう頑張ってもうまくいかない。どう自分の意識のありよう変えても周りが変えられない。どうしてだ？私がダメなのか？私がね、本当に、間違ってるから。自分の能力が低いからね。うん。その、ちゃんと願望実現できる人みたいに、自分すごくないから、人間としての値打ちが低いからダメなのかなとかね。うん。そんな風に自分を追い込む人がやってくる場所なんです、ここは。わかります？テラブっていうのはね。そのイケイケゴーゴーな人は、他の人にもっとね、そういうとこについていけば、松岡修造みたいな人とかね。もう元気なとこについていったらいいんですよ。うん。不可能はないファイヤーみたいなね。そういうスピリチュアルに行けばいいんです。奇跡を起こそう。そして不可能はない意識のありようによって全てを、私たちは操っていくことができるってところに行けばいい。そういう人はね。だからここ来なきゃいいんですよ。お門違いですって、だから。だからそういう人は私の言うことに疑問を持つ人はもう別にいい。ってか。私は別にこれが正しいから世界に広めよう。あなたも目を覚ましなさいよっていう気はさらさらないです。うん。ここは私は私がこういう生き方でね、あり方で生きたいと思ったことを紹介してるだけなんですね。私のブログっていうのはね。あれ、私の講演会っていうのはそういうとこなんですよ。うん。だから、あんまり大盛況じゃありません、正直なところね。もう少ない人数でございますよ。もうカツカツで、下手した赤字になりかねないぐらいのね、ことでございますよね。そんな、誰かさんがやったみたいに100人も200人も来ないです。もう、うん。はて、舌触りのいいことをまず言わないのでね。あと、もう、皆さんの、こう、なんちゅうの？気分良くなることを、まあ、あまり言わないの。どっちかっていうと、ビシバシステムみたいな感じでね。もう質問をぶった切るような感じで。でも優しいですよ。素の本当の私はっていうかね。素の私はっていうかね。うん。他人の作った映画じゃないね。庶民の、うん。自分で自分を見つめた私は優しい。あれとなって思うんですけどもね。はい。だからここは、テラブという場所だということですよね。うん。だから決して私はこの言っていることが正しいと言いたいわけではないと。もう、もしかしたらね、世の大勢からしたらおかしなことを言ってると思います、多分。うん。だからこれは、私とこう、馬が合うというか、そういうね、合うシナリオの人っていうのかな。うん。あ、これよって。そういう人たちを私たちは、お互い探し合ってるというか、引き合ってるというかね。それで楽しくこの二元性ドラマをやっていきましょうよっていうね。そういうとこです。はい。何々やりたい人、この指止まれ、みたいなね。うん。でもこっちで、はい。別の何々、これしたい人、この指止まれ、みたいにこう、ばらけるみたいな感じですよね。うん。だからこの世界は、正しい。誰から見てもこれだって思われる一つに、修練していくなんてことは絶対にないということです。永遠にこの世界は、
いろんなバリエーションのバランスが保ったまま推移することになります。一つの何かに統一され、そして矛盾がなくなり、喧嘩がなくなり、そして完全なる平和が来るってことは、絶対にありません。これは絶対にありません。これだけ絶対と言っちゃいます。本当に。だから、反比例のグラフが絶対にゼロになりません。これ絶対でしょ？それと一緒で、絶対は、これは絶対になりませんから、言っちゃいますね。いうようなことでありましてね。だから、自分が変わればね、自分の波動が変わればね、システムやいろんな外の現象が変わる。つまり自分が何かを変えられる意識によって、ということはあるんじゃないですかっていう人は、そういう部活をしたらいいし、二度と僕のところに来なきゃいいわけですね。それはそういう人で群れたらいいんです。僕はないと言います。だって全部決まってるシナリオで。もう脚本が渡されていて、それを私たちは名役者として演じるだけですからね。それを楽しんでいるだけなので、脚本が、文字が変化することってあります？本番突入して勝手に変えたらぶち壊しですよ、舞台。そういうことはできないようになっておりますね。いうことでございます。いいでしょうかね。ちょっとチャットがかなり流れてるみたいなんでね、ちょっと見ていきたいと思います。もう今の質問は、質問というかね、コメントに関してはそんな感じでよろしいですかね。自己肯定っていう言葉がキーワードとしてありますよね。つまり、自分を愛することが大事だっていうかね。自己肯定が大事だってことを言われます。よくほら、私は自分が嫌いだっていう人いますよね。自分のことが好きになれない。自己嫌悪っていう言葉もありますけど、これがやっぱスピーチュアルの世界では良くないって言われたりしますよね。私はそうは思いません。よく、個人セッションとかでも、自分のことが好きになれませんとか、そういう人いるんですよ。どうやったら自分のことを好きになれるでしょうって。いや、嫌いでいいんじゃないですかって。だから自分のことを好きにならねばならないっていうのが、なんでそれが誰が決めたんですかって。嫌いな状態が悪い。で、好きな状態がいいって誰が決めたんですかっていうかね。もちろんね、この世ゲームっていうのはある程度のゲームである以上は、やっぱ勝利ルールっていうのがあるので、それはね、やっぱり自分を否定しちゃうよりは、肯定しちゃう方がね、できる方がいいっていうのは、それはそうなんです。それは間違いのないことです。それまで違うとは僕は言いません。ただし、みんな一生懸命生きているんですよ。誰一人怠けてる人はね、その究極レベルではいないんですよ。その怠けてたり、元気が出なかったり、引きこもってたりしても、それも全力で生きてるんですよ、その瞬間をね。引きこもりを全力で生きてるんですよ。そう考えたら、今自分が嫌いだっていう瞬間も、その人は、絶対的な価値観で言うと、それはダメじゃないんですよ。その好きになれないを一生懸命生きてるし、そのシナリオを回収している、本当に宇宙全体から見たらありがたい存在なんですよ。その自分を好きになれないっていうドラマを回収してくれてるからね。その体験を回収してフィードバックしてくれてるから、本当に働いてくれてるわけですよね。だから、それはそれなんですよ。だから、あなたがどう頑張っても今自分が好きになれないんだと、それなれるんだったらいいよ。ダメだっていうことが分かって、じゃあ、ポンって手を叩いた瞬間に、次の瞬間から私は自分が好きになれます、なりましたって言うんだったらいいだけど、そうはいかないでしょ。そんなこと言ったってって話でしょ。そんな急に一朝一夕に、そのダメだっていうことが自分で分かったからって変えれるなんて都合のいい話いかないでしょ。だから、私は、なんていうのかな。自己肯定感を持てなくてもいいじゃないかと。だって、どう頑張っても持てない流れだから持ててないわけでしょ。自分で一生懸命頑張ってそれなんだから、もうどうしようもないでしょ、それ以上。だったら、それを褒めてやろうよ。それを、いいよって言ってあげようよっていうかね。ダメとか言わないで。好きになるべき、好きになっているのが理想っていう基準を作っちゃえば、その理想に及んでいない今の私は不十分だっていう評価にそれはなりますわね。だから、それがかわいそうなんですよ。
そうやって自分を追い込んで成長していったり、乗り越えていけるタイプの人はいいですけど、世の中そんな人ばっかりじゃないってことに配慮してあげないとダメなんですよね。みんながみんなさ、ついてこれる人ばっかりじゃないですよ。そんな理想を掲げて、それじゃない、ね、比較してそうじゃない部分をちゃんと問題点として把握したら、その問題点を克服するためのあらゆる努力をして、そしてね、それ乗り越えるっていう強さを持つ人ばかりじゃないわけでしょ。うん。とりあえずは、安心するところから始めないと。とりあえずは、その自分でも、いいんだ。今はね、今はこの瞬間はよ、もちろん永遠にそれでいいわけじゃなくてね。うん。とりあえず今は傷んだ羽を休める時間があってもいいんじゃない？そして、羽が、の傷が癒えたら飛び立つ。うん。それでいいんじゃない？何も今、早く飛び立てよ、みたいなね。うん。その傷は、あなたの本来の姿とは、こんだけかけ離れてるでしょ。早く直しなさいよ、みたいなことじゃないわけですよね。うん。うん。まあまあ、ですから、私はね、あえて言います。人によっては、こういうメッセージをします。何も、無理やり自分を好きにならなくていいんだよって。嫌いでいいんだよ、むしろって。うん。だから、健全に自己否定すればいいんだよ。うん。だから、私は私が嫌だ。なんて自分ダメなんだろうじゃなくてね、俺嫌い。俺のこと、自分のこと嫌い。こういうとこ俺嫌。こういうこと俺嫌。みたいなね。健全な自己否定。健全に自分を嫌う。つまり自分を嫌うということを悪いという判断をやめるっていうかね。そんなの無理です、テラさん。そんなのありえません。やったことがないからです。やってみなさい。案外できますよ。うん。皆さん、違和感があるのはやったことがないからです。てか、できると思ってないからです。うん。自己否定っていうのは嫌な思いでする以外にできないっていうね、絶対な思いがあるんです。だから、明るく自分を嫌ってみてもいいんじゃないです。うん。軽く自分を嫌ってみるっていうのかな。なんで重く自分を嫌わないといけないの？なんでそれじゃない、そういう方法でしか自分を嫌えないんだろうっていうかね。うん。だから、うん。だから私は自分が嫌いっていうことを一方的に悪者にする考え方には反対で、もちろん最終的には好きになるってことを目指しながらも、その過程過程において、その瞬間瞬間においてはいいんじゃないかっていうかね。うん、自分を嫌っても。うん。何でもかんでもみんな一面的に考えすぎなんですよ。自己否定はいけないとかね。一言で言っちゃうでしょ？うん。それは拡大解釈しちゃいますよ。いつ何時でもそういうことはいけないんだっていう拡大解釈になっちゃいますよ。うん。だからその人はそれがベストでもね、今その成長段階において自分を嫌う、っていうことになってしまう状況においても、過酷なね、課題を出しちゃいますよ。うん。やっぱそれいけないんだよっていうか、それ不十分じゃないんだよってことをね。まだまだ時期尚早なのにっていうかね、もっともっと立ち上がるような時間がいるのに、早いうちに普遍的なね、理屈からそれダメなんだよって突きつけることになっちゃうんですよ。それは元気も出ません。乗り越えるためのね。うん。だから私たちは、ほら、小中高には、やっぱりそれぞれにあった教科書があるじゃないですか。それぞれの学力に応じた進み具合があるじゃないですか、勉強のね。だからスピリチュアルというのも、いきなり究極論とか真理とかをボカーンってね、そういうものをぶつけるんじゃなくって、その段階段階に応じてもいいんじゃないかって思いますよね。その辺が下手なんですよ、スピリチュアルみんな。もう述べつ幕なしにいろんなレベルのことをね、メッセンジャーはバコ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 言っちゃってて、受け取る側はいるのレベルがいろいろだから大混乱が起こるわけですよね。うん。対象年齢。だってね、うちのエルちゃんだったら、今、カレーの王子様とか、プリキュアカレーとか、アンパンマンカレーっていうね、あの辺がいいですよ。これをメタルインドカレー食べさせてごらんなさいよ。もう、ヘイヘイカラムーチョのおばあちゃんみたいになりますよね。あの話や。うん。だから、ちょうど子供の成長段階にあったカレーっていうのがいいですよね。うん。大人はもう大人のもう何倍カレーとかでも全然いいですけどもね。うん。やっぱそういう配慮っていうのかな。だからこのテラブにおいては、やっぱツーバッサーの折れたエンジェルがね、たちが来ることを想定しているのでね、あんま元気な人たち、自分の意識が全てを変えれるっていう元気な人たちは、こんなとこ来ないことは僕分かっているのでね。だから、そういう人たちに向けて安心してメッセージを、するわけなんですよ。あなたは全てのものを生み出しているわけじゃないよ。うん。てか、ほとんど生み出してないよ。元上級品では全部生み出してないよ。すべて物語よって、自分がこうしたからこうなったんだなってことはすべて結びつけでしかないし、解釈でしかないよ。そこに物語を作ってるだけだよ。ね。星々を結んでなんとかざとか言ってるのは人間だけでしょ。
その星星自身が俺はオリオン座だとか、俺はカニ座なね、一つの構成してる星だって自覚してるかというとしてないですよ。それは私たちが勝手におかぶさって見てるんで、本当にその現象自身はそんなこと考えてないのと一緒で、私たちはこうしたからこうなったとかね、うん、私がこう変わったから相手がこう変わったっていうふうにストーリーを作っちゃうけども、現実正味それ自身はただそうであるだけで、私の変わったこととは何の関係もないです、実際のものはね。解釈が変わるだけです。だからあなたの解釈を変わるだけで現象自体を変えているというわけではない。ここを押さえておいた方がいいですよね、私たちはね。はい。ということでありますわね。うん。いうことでございましてね。まあ私今日、8時ちょうどに開始しなかったので、開始時間が10分。10分か15分程度多分遅かったと思いますのでね。だから、まあ、10時10分か15分ぐらいのね、まあ、終了にしたいと思ってますけどもね。だから、まあ、あと、もう少しお付き合いくださればと、思いますよね。はい。ジョージ最高お猿さんいっぱいこれつけてくれてる人いますけどね。なんかお猿のジョージがね、マクドナルドのハッピーセットかなんかであってね。これ、ね、欲しいっつうことで、なんと何度か通ったんですよ。で、こう、いろんな種類があるんです、おもちゃもね。それもある程度欲しいっちゅうことで、こう、何回も行きますよね。うん、ハッピーセットのせいでというかね、おかげでというのかなというのかね。罪作りですよね。あんな欲しくなりますよ、あれは。うん。もう今、プリキュアのやつとかやってるんですかね。まだ一度しか連れてっていませんけどもね、そっちは。うん。マクドナルド頑張ってほしいですよね。なんか売り上げがどうも落ちたとかなんとかでね。なんかすごくやたらニュースになっておりますけどね。私個人としてはですね。まあいろんな思いはありますけどもね。まあ、頑張ってほしいなっていう。あともうちょっとセットの値段を安くしてほしいなっていう部分はありますよね。極端なんですよ。なんかハンバーガーとかチーズバーガーが100円とか100円マックとかあってね。でも下手にセットにしたらもう800円、900円になっちゃう世界。この差はなんとかならないかな。極端すぎますよね。もうちょっと高いセットを安くして、だからそのハンバーガーとかを僕150円とかにしてるでもいいんです、逆に。200円とかね。その代わり上をもうちょっとなんとかならんかな、高さっていうかね。うん。まあどうでもいい。これスピとは全く関係のないお話でありますけどもね。はい。まあそれまあまあいいとして。うん。うん。この方なかなか的確なこと言ってますね。チャットでね、こういうご意見。私が投影をというものをね、言葉を使うときにはね、息子はゲームに没頭しているだけなのにね、それをね、問題だというふうにね、これは自分の解釈ですよね。息子は問題だと思ってないわけですよね。問題だと捉える自分に気づくだけですと。ね。決してね、私の意識が息子をそうさせてるっていうのかね。自分が問題だと思ってるので息子がゲームにその向かい合うという現象を生み出してるみたいなね。そういうわけじゃないですよねという、この方なかなかうまく言ってくれてると思いますね。そこが整理できたらいいと思うんです。もう一番幼いっていうかね、幼稚な考え方は自分がこう、これこうだと思ってることが本当に相手にそうさせているっていう、このバカな解釈ですよね。バカって言っちゃいましたけど、テラブだけの話ですよ、もちろんね。テラブだけの話ですよ。ここご、間違いなきよね。はい。うん、なかなかいい、うまい言い方だと思いますね。これは。うん。本当にその通りです。うん、クリスマスツリーの棚にいるのは三毛猫ちゃんですか？猫好きです。猫いる？どこに？猫いる？猫なんていないよね。もしかしてミニーちゃんのこと言ってんだろうか？ないよね、そんな見間違うような。これですかね。これは猫じゃないけど、いや、猫の、いないよね。まあいいや。とりあえずそういうことでございまして、この、うん、チャットはこれでいいですか？そこで流してもらっていいですか？はい。あ、そっか。うん。怒るでしかしっていう風に聞こえたんですかね。横山のやっさんがね、
よく昔々、おぼろでしかしっていうみたいなことを言い方をしたのが、私に重なったみたいですね。この青がとかね、知らんとかいうのが、その横山さんの毒好きっていうかね、うん、その悪態つきに、まあちょっとこう被る世界があったんでしょうかね。で、それで私が林さんに見えたみたいなね、とこがあったのかしらみたいなことですよね。はい。うん、そうそう、うん、天国にも地獄にも切り口でどっちでも感じれるものなのねと同じ、現象でもね、皆さん、アセンションとかね、なんか次元上昇とか次元なんか低いとこに行くとか、霊界が低いとこに行くとか高いとこに行くとかね、これないからね、場所じゃないんですよ。皆さん、こういう昔話知ってますよね。地獄の三人っていうね、タイトルは地方によってもいろいろですけどもね。どんな話かと申しますと、昔々その三人の男がいて、三人の男が死んで三途の川かなんかに来る。おい、おたこも死んだの？ああ、私も死んだんです。みたいな感じでね。三人、まあ、意気投合してね。地獄に行くわけです。俺ら地獄行きなんだよね。みたいな。うん、悪いことしたからね。みたいな。そしたら、まずね、日本の昔話ですから、針地獄っていうところに放り込まれる三人がね。でも三人のうちの一人が軽業師なんですよ。サーカスみたいな、うん、の仕事にしててね。なんてことで、ホイホイって言って、針の山の上をね、ホイホイホイとね、うまいことを渡り歩いて、残りの二人担いでね。で、全然痛くも痒くもなかったりするわけですよね。で、鬼たちが困るんです。地獄っていうのは苦しめるためにあるのにね。こいつが全然苦しんでねえってことでどうしたもんかと思うわけですよね。そしたら次に、ぐら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 、ゆだっててもうね、血の池に、放り込むわけですよね、その三人をね。そしたらその三人の中の一人が修験者だったわけですよね、職業として。そしたらその修験者が、はぁーんとかって祈ると、ちょうどいい湯加減になるっていうね、その地獄の血の池がね。で、いい湯だなってことで鼻歌まで歌い出したりして、三人がね。そしてこれはちょっと地獄の苔に関わるっていうかね、うん、苦しめるところなのに、バカ苔にされてると思ったのか、閻魔大王が呼び出す西行三人をね。お前らはけしからんみたいなことでね。でもその閻魔大王がなんか歯が悪かったからなんですよね。三人のうちの一人が歯医者かなんかなんですよ。で、なんか、うん。これはね、聞いた話でもいろいろなんです。その歯医者が、閻魔大王の歯が悪いことを見て取って、えいってなんかその泣きどころを抜いちゃって泣かすっていうかね。で、無力化しちゃって逃げるみたいなのと、あるいは歯を直しちゃうっていうパターン。で、閻魔大王にありがたがられるっていうね、パターンとね、あって、どっちだったかな？うん。で、結局最後三人は、あんま苦しめられないって話なんですよ。地獄から脱出するっていうかね。うん。で、最後のセリフです、三人のね。なんだ、地獄ってこんなとこか。大したことなかったねって。これだったら、よっぽど俺たちが地獄に来る前に生きてた世界の方が地獄だったよね。よっぽど地のは大変だったよねっていうね、会話をしながら三人を去っていくっていう話なんですよね。そういう教訓。この話からなんか感じるとこないです。結局私たちは、いい行いをして、いい場所に行こうとかね、意識を高めてね、いい次元っていうかね、うん、高い次元に行くとかね、そういう場所っていうかな、うん。そういうところ気にする向きがあるけども、どこに至ってあなたはその視点一つで、解釈一つで、そこが天国になるって話ですよね。うん。結局場所、地獄だからどうとかね、天国だって一人で行ってごらんなさいよ、つまんないよ。どんなに周りが綺麗でも、どんなに、整った場所、設備でもね、どんなに至れり尽くせり食べ物が豊富にありの、美味しい飲み物がありのね、いろんなの娯楽ありのしても、一人だってごらんなさい。あるいは、気の合わないやつとだってごらんなさいよ。うん。ものすごい一番高いところには、ブッダと、キリストしかいないようなんですよね、ほぼ。ねえ、ブッダー。将棋指しながらね、お互いに。なんだ、イエス。あ、人来ないね、ここ。なんか退屈だよね、何千年も。そろそろ下賑やかだし、そっちの方がに行ってみる？
そうだね、ここにいてもね、ってことで、セイントお兄さんっていう漫画になって、東京の立川に下宿を二人はするようになったって話ですよ。やっぱ退屈なんですよ、天井界っていうかね。もう清い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 、誰もね、登ってこないようなところに、いてもね、しょうがないわけですよね。だから私は、住めば都っていう言葉は本当にそうだと思うんですよ。だからこの世界があるべき状態じゃなくって直していこうっていうかね。悪いとこを直して、こんなダメダメな世界を正して、本当にちゃんとしていこう。だからお前らちゃんとやれよみたいなね。うん。じゃなくて、もう本当になんちゅうの？何かを変えようとする、気になるよりも、とりあえずは、ここはまあこういうとこなんだなっていうかね。うん。本当に自分自身のものの見方さえ変えていけば住みやすくなる。それはもちろんね、さっき、投影っていうかね、自分が生んでるみたいに自分の意識が変われば他を変えられるってことじゃなくて、解釈ですよね、この場合は。うん。解釈だけが変わる。で、現実が変わるわけじゃなくて、もうその解釈でものすごく幸せになれるわけですよね。うん。変えることでね。現実が変わらなくても、物の見方が変わることで、インスタントに私たちは本当に幸せを得ることができるんです。それを、こう、現実がこうならないと幸せなんかならないで決めてる人は、本当それが起こりにくいから、この世界は大変なんです。旦那が出世したら、ね、宝くじが当たれば、そしてこうやって、結婚できればとかね、いろいろほら、こうなれば幸せっていうのを皆さん決めるじゃないですか。でもその具体的な現実がどうこうなるっていうのは、ね、なかなか思い通りに行きにくいっていうかね、かなりの確率で思い通りに行きにくいものなんですよ。それよりは、うん。そんなことで幸せを得ようと思ったら大変ですよ。かなりね。やっぱり、自分、幸せを見つけるっていう言い方かな、その中から。現状を変えて幸せに持っていくよりも、その中から幸せだと解釈できることを、まあ見つけていくっていうのかな。その方が、やっぱ早いんですよね。うん。うん、そういうことを思いますよね。だから、投影って、自分の意識が世界を変えるというイメージよりも、自分のものの見方が変わることによって、別に人が変わったり、現実を動かせたり、そういうわけじゃないんだけど、でもなんか幸せになるというね、ものの見方一つだけで。うん。そういうのは、まあ、投影と言っていいのかね。そういうのは、まあ、自分を、その相手に見ると言っていいのかね。相手を変えるわけではないんですよ、それを、そこは。うん。そういう意味合いでなら、うん、投影という言葉を、まあ、使ってもいいんだろうと思うんですけどもね。うん。はい。いうことでございまして、今でちょうど10時ですね。これでね。はい。じゃあもう少し見ていきたいと思います。うん。うん。うん。あと特に、質問事項がなければ、もうクロージングというかね、私ちょっと何か話題取り上げちゃったら、ものすごいこれだけでまた10分、20分行きかねないんでね。よっぽど私が気になる質問がなければね、もう終わっていく感じにしたいと思いますけどもね。うん、思考は現実化するって本当ですか？しません。はい。はい。うん。パラレルワールドに関する質問もありますが、考えない方がいいです。だから無駄なんです、考えても。あるけど、私たちがこねくり回したからといって、どうにもならない。うん。まあ、いろんなパターンの台本があるっていうか、そうですね。いろんなパターンって言ったら、いろんなに過ぎないですよ。全部です。無限に全部、もうちょっとずつずれたような、同じような話でもちょっとずれたのってでしょ。もうすべてです、もうとにかく。もうあらゆる私たちの想像を絶する、パターンまで、もう全部ある。まあこれはもう、この世界の次元で言ってますよ。だから、捉えにくいですよ。だから私が警告を発したいのは、この次元じゃないことを、この次元の流儀で、考えるってことが愚かだってことです。だからパラレルワードとか空、特に空っていうことを議論するのが一番バカです。はっきりし言って。
この私たちの脳足りなこの知恵、縦横高さのある世界、ね、起承転結前後左右、そして過去現在未来っていうね、そういう理論性とかいうもののある世界の中で、自他がっていう分離、それとかあれとかいうのがある認識の世界の中で、その認識を超える世界ね、例えば時間性のない世界とか空とか、あるいはパラレルワールドっていうのもそうです。この次元超えた話。そういうのをこのね、言葉でくっちゃべるっていうのがな。うん。これ自体がもうおかしいって話なんですよ。うん。だから私としてはそれはそってしといた方がいいよって。考えれば考えるほどごちゃごちゃなるわけだけだから。うん。誤解する以外の何者でもないので、私としては喋りたくない話ではあるんですね。どっちかというと。無理やり言うとそういう、確かにそれに近い話です。もう無限のパターンがあります。パラレルワールドね。うん。でも、だからといって、それをもう真剣に考え出したり、それになんか囚われ出したりすると、もう罠です。このことはもう反映、そうなんだ、ぐらいで置いといて、あとは実生活、地に足つけてやる方がいいです。うん。このことをなんか気にしてね、なんか日常のことがおざなりになるっていうかね、スピ的なことを頭の中で考えすぎてね。うん。それをやめてほしいっていうかね。それが現実に支障をきたすっていうか、そういうことで悩んで、なんか食事も喉通らないなんてことがあったら本末転倒ですよね。だからもう趣味。ほんと二の次。生活が一番。自分自身のその瞬間瞬間の幸せというかね、が一番。あ、もちろんね。いや、このスピ的理屈が腑に落ちることが私の幸せなんですって言われたら困っちゃうけどね。まあ、それやったらもうそれ頑張ってもらったらいいですけど。うん。でも大変だと思いますよ。老婆心から申し上げるにね。うん、そういう、うん。だから、まあ、どうしてもしてしまうんだったらしょうがないです。うん。まあ、うん。そういうことです。あるということですけども。だからどうだって話でしょ？それが分かったからときお腹がいっぱいになるか、あなたの何か精神的な成長の足しになるかというと、単にいらん理屈が増えただけですよ。あなたの頭の中に。うん。何にもそれはあなたを成長させない。だから、そういう知識を追い求める人が多すぎるってんですよ。スピリチュアルの世界でね。やめてって。考えても、こねくり回してもどうしようもないことよりも、もっともっとあなたの今のこのリアルな目の前の人間関係とか、あなたの幸せにもっと役立つことにフォーカスしてほしい。空がわかんないとなんか気持ち悪いとか、なんかもうわかりたいのが、ねえ、もう絶対わかりません。この世界で肉体を持って生きている以上は。うん。ルーシーみたいなのとは別ですよ。100% の脳の覚醒に立ってね、あちらさんに下脱されて、ひょーってね、吸い込まれてね、もう人間としてのアイデンティティを保てなくなっちゃうんだったら、まあいいですよ。そこまで行く覚悟があなたもわかります。空もパラレルワールドもわかるでしょう。でもね、この世界で肉体を持って演劇やりたいっていうかね、うん、この私ごっこ、個体ごっこ、分離ごっこをやろうっていう時には、そんなものに手を出さない方がし、手を出してもわかりようがないってことを、まあ腹くくらないとっていうかね、そこはもうすっぱり割り切ろうよっていう部分ですよね。だから私は脱スピリチュアルってことを申し上げるわけですよ。うん。もう下手にこんな小理屈を追い回してもね、もう何もならんっていうことをね、もう痛切に思いますのでね。うん。はい。うん。なるほどね。はいはい。テラさん、梅田に行った際には3番街のインディアンカレーご賞味してください。癖になります。そう。そう、こう調べとくわ。私あんま知らないんですよね。あのね、梅田に行くとサンマルコっていうとかよく食べます。チェーン店だと思うんですけどね、これ。あそこのカレーはなかなか好きなんですけど、あ、なるほど。インディアンカレー。これ辛くない？大丈夫？私辛いの弱いんだけどな。うん。まあ、ココイチはよりは美味しいのかな、どうなのかな。まあ、あれはあれで美味しいんだけどね。時々食うとね。はい。ありがとうございます。ご情報。インディアンカレーね。北海道には熊カレーやアザラシカレー、鹿カレーがあります。私、鹿カレー食べたいな。熊はちょっといいかな。鹿カレー、良さそう。うん。いいね。うん。なるほどね、うん、こういう質問最後に取り上げましょうかね。いくら努力しても結果は変わらないのっていう。だからこれはどの視点から見るかによるんですよ。この現実視点、
スピリチュアルを一切知らない視点っていうのかな。それでは変わります。努力に意味があります。でも、映画の舞台裏を知ってしまうとまた話が変わってきます。その構造とかね、その、なんちゅうの。例えば皆さんは販売機にお金入れて、ボタンピッて押して、ガラガラ出てきたものを買って、あ、美味しいで終わりますね。それで終わっときゃいいんです。でも、その裏のね、構造まで勉強しちゃったり、電気配線とかね、そう、機械の構造なんていうのを、機械工学的に勉強しちゃうと、また全然違う感想を持ちますよね。販売機というものに関してね。そしたら、いろんなことがわかるわけですよ。普通の人がわからない、いろんな余計なことがわかるわけですよね。それと一緒で、余計なことがわかってしまった上では、変わりません。変わらないというか、決まってるんです、起こることが。だから、結果として観察した上で努力したことが実ったように解釈できる決まったことが起こるだけっていうことですね。すごい言葉で言うとややこしいんですけどね。だからこういう人はやめた方がいいんですよ。いくら努力しても結果は変わらないのっていう質問する人は僕のこれ以上付き合わない方がいいし、スピリチュアルはやらない方がいいです。こんなものの考え方だったら。危険です。つまり柔軟な視点。つまりあることを言ってしまうとそのとまた逆もある。逆もまた真なりでね。違う見方も全然正反対な見方も成立する。ある見方をしたら、それは全然違う見方もまた成り立つんだよってことが、あらゆる場面で柔軟に考えることができる。こういう見方もできるし、ああいう言い方もできる。これを自在に行き来できる人でないと危ないよ。資格を持ってない人が父母を裁くようなもんよ。ちゃんと訓練して、ライセンスを持って、た人がやっぱ裁く方がいいよっていうことであって、だからスピリチュアルに誰でも彼でも飛びつかない方がいいですよね。一面的なものの見方ができない人がやったらこういうことになるんです。だから僕が全部やることが起こることは決まっているなんて言い方をするとね、自分が全部何も生み出せない、その人は何も生み出せないということを言っちゃうと、その生み出せないっていうなんちゅうかネガティブ的な、そんなのつまんないな的なね。ことだけにフォーカスしてしまうとこういう質問になるわけです。じゃあ努力って無駄なんですかっていう。だから、その努力して一生懸命やるぜってね、頑張ってこれ目指すぜって思うことがシナリオとして決まっているっていうかね。それを私たちはそう気分にさせられているっていうか、やらされているっていうかね。だから、いや、これは無駄じゃない。頑張ろう。できると思うことすらも決まっているわけなんですね。でも私たちはそれを楽しむんです。役者っていうのは、ね、脚本もらって演じることが最初か最後までセリフも動きも決まってます。でも決まってるからじゃあやりません。面白く、そんなもの面白くありませんって言ってやれませんかって話でしょ。その瞬間瞬間を本当にその神が決められたかのごとくね、そのほら決まっているセリフと動作をやることに意義を見出すわけでしょ、役者さんって。その演じること決まってるけどもそこに面白さがあるわけでしょ。うん、それを私たちは宇宙規模でやってるんですよ。決まってんだけど楽しいんですよ。これを追うことがね。それでその時々の気分を味わうことは楽しいんですよ。うん。つまり無駄じゃないと思うことが決まってるんです。うん。その可能性があると思ってかけてやろうってしているその姿勢で生きることが決まってるんです。うん。だから、なんていうのかな。身も負担もない視点ね。すべてのことが決まっているっていう。でもそれは究極次元の話であって、私たちはゲームをやっている。ゲームは、そんなね、身も負担もないことは考えないで没頭した方がいいっていうことが分かっているので、そのゲームやってるときはもう自分はマリオだと思うしね。そしてこのピーチ姫を救う世界に生きているし、クッパに勝たないといけないし、そしてクリボーに当たらないで避けないといけないし、出ないと死ぬしっていうことを本気に自分の中に取り込んで、そうだと思う。その通りなんだと思って、その時間は生きるんですよ。で、終わったら終わりに帰っていいんですよ。ご飯よーって言われたら、はーいって言って、ああ、死んじゃった。まあ、次頑張ろうぐらいな感じでね、こう行けばいいわけです。部屋を出るっていうか。だから、その使い分けができる柔軟性を持つことを持ってた方がいいですよ。スピリチュアルでやるならね。まあ、どうしてもやりたいってなったら、今持ってない、その、思ってなくてもやりたいってなったら、持つことを念頭に置いてっていうのがね。うん。その泥縄でいいですよ。これからそれを得る気持ちで、そういう考え方を身につける気持ちで、まあ始められるのもいいのかなとは思いますよね。でないと視覚紙面にスピリチュアルを捉えると、やっぱりこう、痛い人になっていくし、幸せそうに見えないんですよ。わかります？私スピやってますみたいなことなんですけど、
なんかやってる割にはなんかあなた幸せ感薄いよねみたいなね、話にもなってくるんですよ。やっぱ見ます、そういう人たくさん。見ます。こうやったら普通の人の方が、普通に生きてる方が幸せだったんじゃねえの、なんで下手にそういうことが分かっちゃったから悩んでんじゃねえのみたいなね。ことってやっぱ観察されるわけですよ、時折。まあそのことを本当にお勧めしますよ。だからその私が起こることが全て決まってるってことに反応してね、じゃあやって意味ないんですかっていう発想になるんだったら、テラブは向いてないです。てかスピリチュアル全般向いてないです。そういう人は逆に努力したら報われるっていう人のところが好きで行くだろうし、で、努力しても報われない現実に直面して、なんでだなんでだって悩むに決まってるんですから、この人。だからそういう、こっち黒か白かというね、そういう何かをはっきり してるべきだというか、宇宙の真理というのは、妥協がなくて、これは絶対こう、例外はないみたいなね。そういう考え方の人には向かないところですね。どっちかというと宗教やった方がいいです、スピよりは。でも宗教は、苦しいですよ。決まってる、妥協がない分、あなたの出来不出来がはっきりしてきますからね。神の御心に従ってる、従っていないがあからさまにわかるので、逃げられないんですよ、評価からね。神の前に私は頑張ってないとかね、私はちゃんと教義通りに生きてないとかいうのがもう本当にもうはっきりくっきり結果発表してくれるのでね。持てたら営業成績みたいな感じで張り出してくれますよ、もう。あの世界はね。だから、ありのままでいいんだよ。あなたはあなたでいいんだよっていう昨今のスピリチュアルはね。まあ、文字通り言っちゃうとちょっと甘やかす部分っていうかね、ちょっと捉え方間違うとまずい部分はありますけども、でもやっぱその通りなんですよ、本当にね。あなたはあなたでいい。だから、真理や何かに照らして、あなたがこの真理のね、ことに照らして、こんだけできてないと。この基準からすると、こんだけあなたまだまだだっていうことを、問題にして、じゃあこんだけ頑張らないとね、みたいなね。そんな風な使い方はやっぱりしないでほしいなっていう思うんですよね。あくまでもスピリチュアルプラスアルファです。あなたは鼻から息して生きている。この世界に参加しているというだけでもう十分に責務を果たしてるんですよ。それだけでいいんです。あとは、もう余分です。学校の宿題で、例えばこんな科がここまでドリルやってくるようにって決まってますでしょ？それを最低限やっていくでしょ？それ以上に、例えば先生、私はね、宿題こう決まってましたけど、もっとやってきましたって言っても、それは褒められるかもしれないけど、それはやってなかったらまずいことじゃないですよね。褒められこそすれ、それは必須じゃないから、やらなくても全然いいわけですよ。やらない人は別に責められないわけですよね。だってちゃんとやることやってんだからね。だから、スピリチュアルやるってのは、そのオプションと一緒なんです。それを人間の義務だと考える人がたまにいるんです。つまり人間は罪人で賭けがある。本来の私とは違うね、なんか騙されてる私だから、スピリチュアル知ることで本来の私、つまりそれでやっとゼロなんですよね。それでやっと普通の標準のゼロなんです。だから私たちはマイナスだから何もしないとね。だから頑張れ頑張れって義務的な話になってくるんですよね。本当の自分を取り戻そうみたいな。いや、でも、それが本当のあなたなんですって、今のそのあなたが。何かの基準を設けて、今のあなたは本当のあなたでないとかね。じゃああなた偽なんとかさんと呼びすればいいんですか？今のあなたは。偽山田さん、嘘の田中さんってお呼びしていいんですか？そのあなたが納得するあなたになるまでは。そんなおかしな話ないでしょ。今この瞬間もあなたが自分のことをどう評価しようが、あなたはやっぱり本当の田中さんであり、山田さんであり、その価値はかけがえのないものなんですよ。本当に素晴らしい。その瞬間を全力で生きている尊い魂じゃないですか。そのことに対するリスペクトのないスピリチュアルも結構多いと思います。すべてあるべき基準でぶった切って、頑張れ頑張れと、そのためのサポートをします。そのためにはこのセミナーに出ましょう。私のセッションに参加するとこれができやすくなります。みたいなね。文句を。私そんなこと言わないから来ないんだけどね。何もなりませんよ、みたいなね。具体的なアドバイスも何もなりませんよ、みたいなね。ことを正直に言ってしまいますのでね。はい。いうことでありまして。はい。あと特に質問、どこに何もなければもう流していきますね。ちょうどいい時間ですね。だいたいまで2時間、直帰しぐらい経って、
ったあれなんだろうかな。あ、2時間経ってますかね。はい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 。ちゅうことで、そろそろでは切り上げようかな。まあ、いろんな感想をね、まあ、いただけるってことはね、非常にありがたい話でございますね。ははは、漢字変換できるようになりましたか？はい。なんか、漢字変換できなくて、ひらがなで打ってますっていう人がいてね、なんとかできるようになりましたって。でも、まあ、終わるんですけどね、この番組もね、そろそろ。はい。ではですね、次回の予告をちょっといたしましょうか。次はですね、11月の21日の、金曜日になりますね。この日は、予定としてはですね、また、スピリチュアルテレビの告知、上の方に宣伝ありますよね、ページの。それをまた詳しくは見ていただきたいんですけども、一応予定としては、テリーさんが、関西の方に来られるということでですね、せっかく、まあ、関西に来られるということでですね、ご一緒にさせていただこうかと。だから夜、朝でなくてね、夜に、まあ、二人してみたいなね、この番組に、なるだろうと思います、おそらく。はい。ちょっとね、今までとは全然違う企画になりますのでね、なかなか刺激的なんじゃないでしょうか。ね、面白いんじゃないでしょうか、ということですね。はい、そういうことでございまして、11月の21日の金曜日にまたね、お会いできたらと思いますね。ここまでね、ちゃんと見てくれた人っていうかね、ここまで飽きずにというかね、さじを投げずに見てくれた方というのは、かなり、味わってくれた方だし、ご満足いただけた方じゃないかと思うんですね。その方向けに、まあ、ちょっと、テラ枠存続基金ということでですね。私がこのスピリチュアルテレビをね、続けられるようにということでね。ぜひ皆さんの大道芸の投げ銭をちょっとお願いいたしたいと思うわけですね。もうちょっと今生活ね、まあ、本当カツカツでございましてですね。下手したらなんかしな、考えないといけないんじゃないかっていうかね。テラ以外の苦で食っていくこともね。っていう。私が全力で やっぱりこれにできるためには、やっぱもうちょっと、頑張らないか、稼がないとね、こう現実的な、そこまで本当にスピ的なことを言われね。私、引き寄せの劣等生ですので、ある意味 ということで、口座番号、ちょっとお伝えさせていただこうかと思いますね。りそな銀行、島本支店。島の本ですね。島本支店。普通預金。番号が00885141です。で、名義人、名義ですけども、新海、俊人ですね。はい。そこまで、まあ、皆さんのお心づけというのかな。まあ、お気持ちをですね、お振り込みいただければ、嬉しく思います。今までにたくさんの方に、このご厚意をいただきましてね、もう個人名をいちいちね、もう挙げて、お礼を言うってことはできませんし、しかも、まあ、それしてほしくね、ちょっとしてほしくないって方もいらっしゃるでしょうし、本当に、まあ、心苦しい限りですかね。まあ、ここで、もう本当にその皆さんに、まあ、この場を借りてお礼を申し上げます。本当に、たくさんのご協力ありがとうございます。いうことで、また、お会いしたいですね。11月の21日。もうその頃にはね、声も元気になってですね、また、元気万全な状態でお会いできればと思います。今日はちょっとね、風の関係もありまして、声が、まあ、本調子じゃなかったと思いますけどもね、聞き苦しかった部分はご容赦いただければと思います。はい。あ、本当ですよ。意外じゃないですよ。私儲かってませんよ。本当に。なんとか生活費が、光熱費払い、携帯代払いね、まくって、ちょっとぐらいはね、ほら、映画見たりとかね、家族で出かけたりという文化的な生活をしたら、あともう貯金できないっていう感じです、今。お金が貯まっていかないっていうね、生活状態でございますのでね。
まあ、もしニーズがあるんだったらね、私がもうちょっとバイトしなきゃいけませんのでね、もうこんなスピーチやテレビ出てられませんとかね、もうブログなんていうのももう書けませんっていうのになるのが惜しい人はですね、やっぱ私の話を聞きたいと思ってくださる人は、やっぱりこう、ライブに出たり、投げ銭を、ね、くださることでご支援賜れば、幸いかと思いますね。はい。ということでありましてね。はい。今日もまた、この後頑張ってブログ書き、そしてね、日々、心の銘ずるままに生きていきたいと思います。皆さんもぜひ、残りの一日を、素直な気持ちで、でも、そこは、このゲームですので、世間、うまく乗り切っていく感じで、ぜひやってもらえたらなと思います。では、スピリチュアルテレビ、ね、この母体の方もぜひ、いいねと、そしてご寄付の方ね、よろしくお願いいたします。では、番組をお返ししたいと思います。今日はどうも一日、午前中の2時間ありがとうございました。タイトルか。
何かな。